なんかね、いろいろあのサンドリーキャラクター祭り2015開催ということで、うんうん、結構ね、編集が大変なんですかね、やっぱ本番間近までね、うん、今山川がディレクターの辻君の席に座って Q を出してくれたりしてまして、辻君はといえばね、あのもう次元爆弾をね、あの解除するかのようにね、必死にパソコンに向かってね、次元爆弾の解除でもしてんじゃないかな、この絵面を見せたいですね。真剣な表情でね、今編集作業を行って、かわいそうなぐらい追い込まれてますめちゃくちゃ真剣にやっております、ということで、だから今日はですね、あの皆さんのリクエストにお答えいたしまして、うん、はい、この番組に登場してくださったいろんなキャラクターの名場面を紹介していくという、うん、まあ、去年から始まった名物企画になっていくということでございますね、うんうん、はい、なんですかね、だからお二人は出たのが、だから安田さん1月から3月までの3ヶ月間、ね、はい、まあこれ優勝得点で3ヶ月間で、うん、ありがとうございますね、はい、で平子は金清とのコンビで10月に登場していただいたと、はい、ちょっとなんか平子はちょっととばっちり受けましたね、いろいろと言葉狩りの月ですよねそうですね、でもね聞いてる方はすっごい面白かったですよ。そうですか、めちゃくちゃ面白かったですでしょ、やっぱりラジオとかっていうのはなんか作業しながら聞いちゃったりもするわけですよ、もう笑いましたもん、あら作業止まりましたもん、金京で笑った、あんなに笑ったことない、だからね、金京が言葉狩りでそう言われてるわで、やっぱ平子はユーモア狩りって言われてるからなんちょっとね、なんもない、確かに平子のいいとこは全く聞こえてこなかった、なんもないですよ、こんな化け物に出てきたね辛い1ヶ月だった、ただの人間なんだからこれあんなもんおもちゃしないから面白かったな、でもあれはいやね、結構そういう評判もありましてね、ちょっとなかなか飛ば中でしたし、平子はだから11月の29日ね、はい、もう再登板してもらう予定だったんですが、はい、タイムマシン3号に呪いをかける都合上ね、まあ、タイムマシン3号を呼びましたので、そこでもまあそうなんですよ登場ならず、 M1 の決勝行きましたからね、向こうが、まあでも4位でしたからね、あら平子さん何位でしたっけ、僕3位ですから、ああすごいですね、はい、まだまだ背中見えないんじゃないですか見えるわ、もうすぐ近くなるなるほど、ということですから、まあ、皆さんからいただくメールもですね、ちょっといろいろと、うん、まあ、キャラクター祭りの感想とかね、はい、そういうものを中心に今日はちょっと募集をしていこうと思います。コーナーはいろいろちょっと飛んでしまうかもしれませんが、はい、ご容赦願いたい、1年に1回のことです、お付き合い願いたいと思っております。はい、ということでございますね、はい、さあもう行ってもいいんですか、大丈夫なんですか、素材が間に合ってないんですね、あらメールを読んだりいろいろとするというか、なるほど、平子一流君と安田かぶと君はどっちが年上なんですか、うちがもう 4歳なんで、一流も4歳ですか、はい、そう面識もありますよね、そうですね、あったことあるんですか、広域村 あのロケで、あそこで、そうです、はい、鯉のぼりの会で、はいはいはい、勝ち合ってますから、はい、なるほど、はい、じゃあもう、じゃあ平子君の息子さんの方がお兄ちゃんで、そうですね、うん、だから安田さんの奥さんもねその時いらしてて、うん、あ一緒にね、安田かっこ容疑者ね、はい、安田さんね、うん、さん容疑者の方言いなさいよ容疑者ファンのところ頭いっぱいになっちゃってるそうですか、なるほどね、ちょっと共演これ入ってるかもしれませんよ、平子一流君も一流別にキャラクター祭りで平子一流だよ、あかわいい、うちは平子一流だよ、ね、何パパだよ、おードンコチョンチョンチョンパパパパチョチョンカパンパンチョチョンカパパだ、パパはメガネをかけてるよ、それだけの芸人ですなんどういうことだよ、いいじゃねえかメガネかけてたって厳しいね、相変わらず一郎君は結構でもできますね、一郎君はね、コウメダイもそんなレベルでしょ一緒でしょ、一郎ダイも入ってくるかもしれない、一郎ダイ、またパソコンがカチャカチャ言いましたよ、余計なもん作られちゃって嫌なもんすね、自分の息子で作られちゃうとね、一郎ダイとカブト君と入ってくるんでしょうかって思いますね、流行語はなかなか出てないですよね、お二人はね、まあユーモア狩りっていうのはありますけどね、いやでもやっぱり金清さん強かったっすよ、分かったボーイはゲラゲラ笑っちゃった、あいつのまあなんでしょうね、あれもうあんなことしなきゃよかったと思ってねだって気よくして次の日の収録で使ってましたからね、誰も分かんないのに、そうでしょ、だからああいうところだからね、次来た時どうしようかなと思ってるんですよ、だからもう次だって普通には使えないでしょあんなもんだってね、そうですね、どういった言葉狩りするの、尺さあるしね、面白くなっちゃうからラジオネームワトソン、
有吉さんやめろ、カブト君のモノマネは危険だ、以前人面相でその声を使って喉を潰しそうになったじゃねえかこんな番組で喉を潰したらシャレにならねえぜと。あとはね、ラジオにも朝方人間 FM 宮崎、サンドリの流行語、焼酎をインプットして胃液をアウトプットしろって焼酎なんでゲロ吐けって言ってるだけですインプットアウトプットなかなかうるさいですけどあ、そうですか、素材がなんと届いてる、なんとギリギリでパスワードが解明したようです。よかったですね、おめでとうございます、うん、ということでね、サンドリキャラクター祭りを、始めてまいりたいと思います、うん、皆様からいただいたリクエストメールをもとに、うん、登場していただいた部分をダイジェストにして紹介をしていきます、うん、最後に対象になるキャラクターを一つ決めたいと思います、うん、ということで、はい、いきましょう、はい、まずはエントリーナンバー1、ゾンビラジオネーム東北自動車道、僕が印象に残っているキャラクターは今年上半期の放送にたびたび登場したサンドリングデッドこと有吉ゾンビです。2月1日の放送でアシスタントデンジャラス安田さんがゾンビが苦手だというカミングアウトをしたのがきっかけでたびたび現れるようになり、後にサンドリングデッドとして番組のどこかにゾンビを紛れ込ませるコーナーにもなりましたね。またサンドリのホームページには2月から3月にかけての約2ヶ月間有吉さんがゾンビになりきって安田さんを襲うという写真がずーっと載っていますそれではエントリーナンバー1番ゾンビ参りましょう。ゾンビ苦手なんだと思って、いや苦手っていうか、おいや別にそれは怖くねえよだからそのなんかこう映像よ、バーンってなって映像がやん、映像がやん、そうそうそう、顔隠す、今一回顔隠す、一回顔隠して、顔隠す、うわーでおじさんがやってもダメよ、大丈夫だそれは有吉さん、もう本当にゾンビいない、本当にだったら机の下から出ようと思ってるんだけど、もうゾンビいないよね本当大丈夫おいゾンビ、俺はエアガン持ってるからな、来るなよいやねえ有吉さん、もうゾンビ本当いないよねいやもうゾンビはもういますよ何ちょいちょい入れてるんだよ、ラップゾンビってなんだよいや分かんないラップかが分かんないもん、まずこっちをご覧なさい、はい、私の姿を見てどう思うの、綺麗って言ってよどう、うん、綺麗、うわもう時間の無駄だってことなんで冷たいなやつさんって、違うこれひどいね、これなのエントリーナンバーはもっとあったよいっぱいもっとあるって、いやこのラジオもっと面白いはずだよ、これめちゃめちゃ面白いじゃん、そうかこれ断片で聞いてるからね、ちょっと変な感じがするんじゃないですか、確かにあのホームページの写真込みだったら多分面白いと思うんですよ、だって毎回同じ写真なんだもん、でも服は違う、必死じゃん、えもう怖くてだから怖くないめちゃめちゃビビってないゾンビのやつ、ビビってないですもん全然、それゾンビは苦手ですけど、うん、そのやつだからその感じもうだから登場その感じ出してますけど、それは全然驚かないですよ、うん、それは、うん、いやだから何か威嚇してきてるけど怖いもん、何一番怖いもん世の中で一番怖いもの、うーん、なんだろうな、なんだろう、まあでもじゃあまたゾンビですよ、だから怖いのは。そういう意味ではだって殺してもあれでしょ、うん、生き返ってくるわけでしょ、うんうん、だからそういう意味ではそれは怖いですよ、それそしたら、うーんいやだから言ってんだけどこれ無駄だと思うんだよなもったいないよ時間がもっと楽しいことできるわ、めちゃビビってるじゃん、ビビってないめちゃビビるじゃん、ビビってないよ全然恥ずかしい、いい大人がゾンビ怖い、ゾンビは怖いですけど、うん、ちょっと時間どうかね、難しいね、もったいない、ブレ一旦ブレークしましょうか、これもったいないほら、うわさあ本日サンドリキャラクター祭りをお送りしております、どんどんメール読んでいって紹介をしていきます、はい、ラジオネーム川柳、
エントリーナンバー2、太木よし子、うん、今年も登場した予言者。新年一発目生放送でデンジャラス安田とゲスナーの1年を予言し、全員がこの予言に怯えながら2015年を生きてきた。私は見事予言が的中し、太木さんの力再確認しました、ということで、エントリーナンバー2、太木よし子です。もう売れるって聞いてるよ、もう。いや、今年売れるか売れないかちょっと占ってみる、うん、いやー、やめてやめてやめて。特別ゲストに来てもらって。怖い怖い怖い。あの人でしょ太木さんでしょ太木さん知るわよって言うじゃん。ラジオネームオレンジみかん、うん、太木よし子先生、今年の運勢教えてくれ。やめとけ、そんなやめとけよ、そんなの。こんばんは、久しぶりね、安田。あ、俺を占うんですか。太木です。あ、お久しぶりです。占ったけど。あ、いや、うん、ありがとうございます。相変わらず汚い顔して。あ、そうですか、ね、子供生まれたんだって。はい、生まれましたね、はい、子供は風邪に注意させな。はい、はい、そうですね、うん、はい、お前死ぬけどな。もうやだ。うん、やりたくない。あと、このラジオ聞いてるあのリスナーの貧乏人ども、うん、全員な、お前らあれだわ、風邪ひくわ、うん、病院に行くわよあなたたちね、病院に行くわよひどいひどいじゃん、太木よし子先生。何なのこの人、おばさん嫌いだわ。当たってる、当たってでしょ、多分。病院に行くわよ、当たってるでしょ、ね。さあ、ちょっとこの辺からちょっと覚えてないものもちょっとちょくちょく出てきますけども、ラジオネーム暴走三輪車、僕の好きなキャラは2015年1月11日放送のニュースのコーナーで出てきた恵比寿よしかずの兄です。安田さん演じる笹崎アナと初対面でどう話そうかシミュレーションをしていた有吉さんでしたが、よくよく確かめてみると、その正体は有吉さんではなく恵比寿よしかずの兄、普段は長崎で漁師をしているのですが、この日はわざわざ長崎から日テレまで駆けつけてくれたそうです。エントリーナンバー3、恵比寿さんの兄。よし、はじめまして、日本テレビアナウンサーの笹崎です。よろしくお願いします。よろしくね。あ、有吉さん、おいおい、お有吉さん、うんうん、あ、よろしくお願いします。はい、よろしくね。今日初めての昼なんですなんですけど、もし緊張してるんで、よろしくお願いします。大丈夫大丈夫。有吉さんですか。有吉さん、よくわかったな。どなたですか。え、私はエビスヨシカズの兄です。なぜ日本テレビに？長崎で漁師をしてます。出てってください。日本テレビから出てってください。ひどいこと言うな。せっかく、お前、俺がお前長崎から日テレに入ったのに。何ですか？出てけって言うのか。何ですか？あなた、なんかゲスト出てるんですか？なんだ、お前だって内定取り消しって言ったら怒られただろう。いや、そうですけど、訴訟起こしますよ、そんなこと言ったら。なんだ、おい。お前じゃあもう、あれ、船乗せてお前、太平洋のど真ん中で突き落とす。出てってください。日本テレビから出てってください。お前もだ。なんだよ、知らないよ、こんなの。1月にやってるのこれ。何この人。まだだからあれでしょ、ね、デビその人がやる前でしょ。そうか。うん、だから、安田さんの笹崎アナもひどいね、これ。ちょっと。まあ、そういうことか。この後、まあ、何ヶ月か後に実際にね、笹崎さん、僕はお会いしましたけど、かなり時間かかりましたけど、このシミュレーション全く意味なかったですよ。それそれ。めちゃくちゃ意味なかったじゃないよ。エビさん何とか、覚えてねえから。何なんだよ。ちょっとよくわかりませんけど、まだまだ続きます。今日いろいろメールが来ております。今日はキャラクター祭りというのをやってございますけれども、うん、ラジオネームブーポ、有吉さん、過去のキャラクターを聞いての感想を送ってくれとか言ってましたが、こんなクレイジーな音源を聞かされても何の感想も出てきません。しいて言うならツイキャスじゃねえんだよぐらいのことです。とにかく今年もいろいろありましたねという、ありがとうございます。そんな感想で十分でございます。ということで、なんか
皆さんが覚えてる流行語なんかあれば送ってくださいって言ったら結構送ってくださっておりますので、ちょっと僕らも覚えてるかどうかよく分かりませんけどね。まあお二人ともね、別にそのずっと参加してるわけじゃないですからね。まあそうですね、自分らの会話は分かりますけどね。ラジオネームなしでございますね。ちょっとなかったですけども、 FM サイン今年のサンドリ流行語、孤独のアナルだと思います。孤独のアナルってやってたんですよ。孤独のアナルって、孤独のグルメもね結構流行ってましたけど、結構こっち孤独のアナルの方も、うん、流行ってたみたいで。孤独じゃない方のアナル知らないですからね。なんなんコモンゼロみたいな感じだったら、コモン、あ、ゴローね、コモン、ゴロー、うん、そこまであったの。アナルになんか入れたい。ポンポンポンなるほど。これはこれはなかなかクレイジーですよね。なかなかこれも孤独なアナルも。ラジオネームやったんでしょ、本当にやったんでしょ。あの1年で1回この回は本当にちょっとなかなかついてこれない人も多いと思うんですけど、ちょっとすいません、これはちょっとしょうがないですよ。溜まった海を出してる回ですから。すいません、すいません。あ、なんかどっちかが分かんない時あるんですよ。あのほら、急に思いついてやってんのか、本当にあったのかっていうのが分かんない時ある。まあ私もあんまり記憶ないまま。最初のプチョヘンザ FM 岡山流行語です。ノッチさんが宮古島トライアスロンでサインをもらおうと打ち上げにいた外国人選手に声をかけた Are you Benjamin? ノッチさんはベンジャミンを探す旅に出てもらいたいです。もうそう、トライアスロンの有名な世界チャンピオンがいるから、それにちょっとサインもらってくるって言ったんだけど、どれがベンジャミンかよく思い失礼だろ、それはもう。ああいうベンジャミンって結局わからなくてサインもらってこなかったですけどね。ラジオにトム FM 群馬、流行語はおちんこドローンおじさん、これが言う前後なんだったんだよ。いや、ドローンね、ドローンね、ドローンね、ドローンが言って、おちんちんドローン、おちんこドローンおじさんいるから気をつけてくださいって。下北の方のね、ちょっとあの裏の下北のちょっと外れの駐車場にあるね、あのコインパーキングのところで立ちションをしてるふりをして、あの勃起したおちんちんを見せてくるおじさん、ドローンおじさんがいるから気をつけなさいよっていう話です。そうなんですか。聞いたところで分かんないです。分かんないで。おちんこドローンおじさん。いたんですけどね。あんまりあの上の方飛んでないですから、下の方にいますからね。ラジオネーム、ドレンディエンジェル、香川。サンドリー今年の流行語は皮膚水だと思います。長い年月皮膚の病気を治すため皮膚エネルギーを使った皮膚水はノーベル医学賞に等しいんじゃないでしょうか。これまあ山野のね、はい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 、足の皮を、水に入れて、まあ、足の皮によって、まあ、あの炭と一緒の効果がありますから。なんか炭が、俺チラッと聞いたのはなんかスタジオがすごい匂いになったっていうのを聞いたんですけど、匂いはきついですけどね、水に入れるとでも綺麗な水になりますから。濁るだけでしょ。いやいや本当ですよ、これ本当商売までもうちょっとなんだよ。足の裏の皮でろ過できないでしょ、水だって。やったことある？いや、ないです、ないです、ないですけど。これはやだ。あ、今度一回飲ませてやろう。いやいや、飲むのやだ、飲むのやだ。やだやだ、あの俺、あの子見たら気持ち悪くなったもん。ラジオネーム、親知らず治療中、FM 群馬。流行語といえば、JK バンクでしょう。JK。女子高生がやってる銀行女子高生がやってる銀行がございますので、ぜひぜひご利用くださいというちょっと一旦ブレイクしましょう。さあ、引き続きサンドリキャラクター祭りということでやってるんですけど、ちょっと一進一退の状況が続いてまして、一進一退と、やっぱね、向こうのハッカーもやっぱなかなか手強いみたいな結構妨害工作してくるんですよ。だからちょっとうちのその中国人技術者だとね、なかなかうまい具合にいかなくて、ちょっと編集がなかなか追いつかないという状況です。めちゃめちゃ怖いですね。苦労して撮った音源がさっきのやつですもんね。あ、そうなんですよ。おそらくあの2マスが絡んでるんだよ。アノニマスぐらいの巨大な組織がこのサンドリキャラクター祭りを妨害しようとしてるんだと思いますか。うちのほら、まあ、辻君ことね、はい、ワンリーチェにはなかなかちょっと
ワンリーちゃんなかなか編集作業が進まない、ね、ワンリーちゃんでも今編集しながらちょっとニヤッとしてましたけどね。ワンリーちゃんちょっとなんか何があったの、素材がいいんじゃないですか。ちょっといろいろまあ流行語なんかも読んで活かしていただいておりますけどもね、はい、ラジオネーム葉脈 FM 長野、うん、アリオさん、僕の思う流行語は猫死んだだと思います、僕も以前血芸の処理をしたのですが、生まれたての鳥ぐらいしか取れませんでした。どうしたら猫レベルまでいきますか。これはまあ僕のあのお尻のね、O ラインですね、いわゆる肛門の周りの毛をね、はいはい、まああの引きちぎって脱毛したというちょっとお話して、うん、そのあまりの毛の量に猫死んだのかなってお風呂で猫死んだのかなと思うぐらいのちょっと毛の量だと思うんですか、はい、猫死んだっていうこれでも一回言ったのでしょ。一回言ったのですね。逃さないですねそれぐらいやっぱインパクトがあった。あそうだよね、何回も何回も使ったんだったらまだわかるけど、うん、そうなんです、心に刻まれたんでしょうね猫死んだの、うん、ねラジオネームね、台所生まれ冷蔵庫育ち F 宮崎、どうも平子さんのファンです。このラジオでの平子さん、いや平子さんへの扱いひどすぎると思いメールさせていただきました、うん、11月は言葉狩りの化け物と組ませたり、うん、タイムマシン3号のせいで出番なくなったり、うん、今月はサンドリのレジェンドである安田が同じ出番だなんて、うん、平子様の笑いの腕じゃ食われるに決まってるじゃないですか。平子様、オールナイトニッポンの上主であるあなたがこのようなラジオに出演する必要はありません、うん、おやりよし、ちょうど先週平子卒業勧告が出されたしな、こんなラジオこっちから願い下げだということで卒業を煽るなよ。福田と平子はちょっと、はい、なんでそこワンセットなんですか。作家と一緒に、いやお前らが手組んでこのラジオをおかしくしようとしてる。してないでしょリスナーのあんたらも全員おかしいんだからしょうがないでしょ。何も言ってないよ。どういうことだ。全部おかしいんだから。ちょっとね、まあ勇気ある撤退をしてもいいかな。酒井残るのおかしいけど。酒井は残りますよ。人気があるから。ということでございます。あ、届いたようです。お、ヤノニマスとのバチバチの殴り合いですからね。本当にね。ラジオネームゲス沢。キャラクター祭り参りますね。ゲス沢さん。有吉さん、あれは今年の8月30日の放送だったと思います。キングオブコント決勝進出を逃した太田プロ芸人たちに慰めの連絡をするのかと思いきや、突如始まった日本のおまんじゅう百選という謎の番組。番組 MC の山下商店の高橋源次郎さんがキングオブコントのことには一切触れず、一方的に質問をして用が済んだらすぐさま電話を切ったり、不仲疑惑が噂されたハイパーおまんじゅうクリエイターの高城まんじゅうたさんも登場したり、キングオブコントの惨敗、キングオブコント惨敗の念を払拭した放送回でした。お聞きください。エントリーナンバー4、高橋源次郎。本気で泣いちゃうから。本気で泣いちゃうから。高橋、もしもしあ、もし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 はいはい、わかりますはいはい、番組名を言ってみてください。ラジオ声誰だ、はい、サンデーナイトドリーマー。違います。いや、そうですって。違いますよ。絶対そうですって。山下商店の山下商店の高橋源次郎です。なんかそれ、なんかその番組。どこでやってるのその番組。日本のおまんじゅう百選という番組ですけども、あなたのおすすめのおまんじゅうを教えてください。そうでしょ。どうぞ。あなたのおすすめのおまんじゅうを一つ紹介してください。山形県の高まんじゅうでお願いします。はい、ありがとうございます。ゆきちゃんさ、はい、好きなおまんじゅう教えてくれる？そこ聞くんだ。いろいろあるでしょ、温泉まんじゅうとか酒蒸しまんじゅうとかいろいろあるけど、どんなおまんじゅう好き？薄皮の黒糖。薄皮の黒糖好きなの？はい。薄皮の黒糖ちょっと食べる音聞かせてくれる？黒糖ですか？うん、はい。落語かよ。うん。ゆきちゃん、ゆきちゃん、何やってんの？私のことわかりますか？ちょっとわかんないです、電話だけじゃちょっと。わかるでしょ。ハイパー、おまんじゅうクリエイターの高城まんじゅうたです。
あれ違う人だったよ。高城さん。あなたの考える変わったおまんじゅう教えてもらえますか。いや、初めて聞いたわ。変わったおまんじゅう、はい、中に何入れますか、あんこの代わりに。醤油の塊とかですかね。しーん。いろいろまあブレてましたけど、基本的には高橋源次郎さんがずっとやってますから、はい、平子さんもちょっと参加してます。そうですね、うちのこの後うちのイチルも喋らされて、そう、高橋さんと、うん、真由美ちょっと怒ってましたからね。何言わしてたの、番組何の長いから。子供たちの旦那の前にね、突如高橋源次郎さんが現れ、いい迷惑よ本当に、まんじゅうを食べる音を聞かせて聞かせてくれっていう地獄のような旦那になってしまいます。最終的にシーンっていうね。シーンって受けてます。あれ受けてなかったの誰かね。あれ新妻かな。新妻ですか。新妻はつまんなかったんだね。高橋源次郎さんにハマんなかった。ハマんなかったんだね。そうですか、なるほどなるほど。まだ行っていいんですか、大丈夫なんですか。あ、行けます。じゃあね、ラジオネームごめんねゴメス、僕の好きなキャラクターは11月15日登場、天竜さんです。何を言っているのかほとんどわからないのに、なぜかある一言だけははっきりと聞こえました。エントリーナンバー5番、天竜。アリーシュサンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございます。あ、失礼。天竜源次郎。サンダーソルブンドライバー。はい。石田聞いて、聞いてください。ブルブル。俺、なんて、これは言葉は喋ってない。言葉喋ってない。ベロ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 っつってんじゃないですか。おい、ねろい。なめてねよ。それ。つえねえ。実はちょいちょい言って全然俺ねる ご気が強い。オナニオナニ言ってたね。捉えたぞ捉えたぞ今捉えたぞ捉えようかな。天竜さん、引退後一番やりたいことなんですか。オナニ長いわ。テレさん結構長い、おしゃべりだからね。怒られるぞ、もう、これは。これはダメだ。あら、あれ。おい、つら。おい、あれ。おい、つら。おい、つら。おい、つら。おい、怒ってます。怒ってます。おい、つら。おい、つら。すみません。あ、何したら許してくれるんですか。おい、つら。オナニしろ。聞こえた聞こえた。オナニしろ。前後が一切わかんないから。わかんないね。いやでも本当の天竜さんこんなんよね。まあそうだよね。本当だよね。確かにそうですね。長州さんの方がやっぱ聞き取りやすいよね。トマーサスマスよ。わかんねえぞ。あ、すみません。あ、すみません。皆さん。全盛期です。どうですか。聞かれた。どうだ。質問どうだ。いろいろあるだろ。あ、ごめんなさい。やってないんですか。やってますか。やってないんですか。やってないんですか。やってますか。やってますか。オナニー。何の質問だ。みんなわかる。何の話をしてたんだろう。皆さんやってますか。やってますか。オナニーはやってますかっていう質問。スタジオネーム満腹亭稲荷。僕が今年一番印象に残ったのは5月31日放送回アリーポッターです。前半はホグワーツ魔法学校から、後半はアズガバンから放送という、有吉さんの誕生日の放送と思えないキャラクター回でした。ということでエントリーナンバー6番、アリーポッター。ラジオネームナオトの FM 秋田。西織、はい、今日はめでたい日だろうが、アリオスさんがハリーポッタースペシャルだと言ったら、ハリーポッタースペシャルなんだよ。まあまあそうか、そんな西堀には、ウィンガーディアムレビオーター。すいません、俺今どうなってるんですか。知らない。ハリーポッターさん、チンコが勃起する魔法をかけてください。よし、行くぞー、やーん、おっぱい
回見ちゃいよやられたらやり返す包茎返しだ。今までやられた分あんたが包茎になったその暁には俺は巨人師匠がごとくあんたをこき使ってやる。君言うこと聞かんかったらパンパンやで。黙れ包茎エクストラパトローナなんだいい加減言ってくれよ。おちんちんとかばっか出てきてるよ。なんかこんなはずじゃないですけどね。高校生だよ。高校生じゃないんだよ本当に。いや怖いね本当に。平子の息子とかだともうハリーポッターとか見んの？いやまあまあちらっと見て興味は示しますけどね。そうやつだと今度なんかちょっと呼びたいね。呼べないよ。何でそんな。なんでよハリーポッター祭りに参加してやりたいじゃん。ハリーポッター祭りしねえでしょどうせ。ツルツル向けたの。な包茎返しってなんなんですかこんなの。言ってほしくないよ人の息子の前で。エクストラパトローナー。なんだよだから。イチル君のね靴がね泥にまみれる。やめてやってほしいです。お前関係ねえんだ安田。安田さんね。名前を言ってはいけないあの人だな。何知らないの見てないのハリーポッター。見てないです、ね。俺ごめんなさい見てないんですよ。あそう、はい、じゃあもう安田さんあれだね。じゃあもう、うん、アズガバン刑務所に入れてあれだわ口の中クソ詰めてよ。鼻からクソ詰めて口の中多いなボルトとか詰めたな口の中クソ詰めてな俺が思いっきりアッパーしてやるからな鼻からソフトクリームみたいにクソが出てくるぞお前息子とか呆れるぞ。なんで息子の前で。それがアズガバン刑務所やってくれ。恐ろしいだろ。上空2000メーターからずーっともう海藻みたいな海藻がフラフラして監視してるからね。そんな映画じゃないでしょ。これでキャラクター祭り前半戦終了です。一旦ブレイク。経過キャラ祭りをやっておりますけれども、ね、ラジオネーム桃色クローババア FMC がなんだこの音源は俺たちは一体1年間何を聞いてきたんだよ最高じゃねえか集大成ですもんねラジオネームバルータ、はい、FM 仙台ディレクターの辻君俺だ天才ハッカー集団アナルマスだキャラのデータをいただいた取り返そうとも思っても無駄だなぜならデータは俺のアナルの奥深くに隠してあるからなハッ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 アナルからね妨害電波も出て素材も乾燥もアナルこれ安田さんにこのアナルから出てる妨害電波を口で吸ってもらわなきゃいけないけどねそのために呼んだからな安田さんをやだもうそんなのでやるだけでもやだもうサイボーグ009みたいな安田さんの能力は肛門から出る電波を吸い取るっていうだけのキャラだけどいやもうやだそんなキャラピンポイントしかもう第32話にしか出てこないけどね最高かよラジオネーム走り熊福島 FM 僕の今年のサンドル流行語巨大ふがしですまさに平子さんを表した表現に思わず膝を打ちましたおいふがしAM ラジオ頑張れようるせえ地元なんだからさ言うなよそういうのデクノボを凌駕するふがしというだなああいうの広まってツイッターでガンガン来んだからやめてほしいな気悪いんだよふがし芸人平子ゆきやめて本当に安田さんねあのさ、はい、毎回この今夜のアシスタントはって読むときタン絡んでっけどえそんなことないと思うんですけど、ね、ないんタン絡んでました今いや本番前ちょっとやっぱタンパッてやってさタン切って、はい、タン切れないんだったらタンを切る薬もらってさ、はい、やってくれねえとさ、はい、困るんだよすいませんなんかそれは リスナーの人はやっぱりヘッドホンで聞いてるからねヘッドホンで聞いてるんですかさっきのあのクッっていうのに気持ち悪いからね1時台のあのやつをヘッドホンで聞いてらっしゃいますかハイレゾ音源ハイレゾ音源で聞いてるんですかあの音源だいぶ入ってきますね脳に今もそうだよ今もよ今も絡んでるから絡んでますかね絡んでますかねじゃねえんで分かるだろ自分で単絡んでることぐらいお前バカかよすみませんでした、なんか。なあ、安田。安田さんね。
そこだけダメなんだ。なんでそこだけダメなんだ。あと全部 CM 中もずっとやってっから、聞いてる人ここだけだと思ってるじゃん。 CM 中もなんならここ入ってきた時からずっとやってもらって。平子大先生、いや、なんですか。僕はいいじゃん。あ、じゃあ褒めてるじゃないですか。困ってる。明るくやれよ。お前今日明るくやれ。ずっともうこういう、ここからですか。ここから。わかりました。お前そのトーン禁止。はい、元気な平子さんじゃない。平子どうもはいはい、よろしくお願いします。9時台さあやっていきましょう。そんな生意気言わないで、勝手に仕切らないで。いや、仕切って、すいません、仕切ってはないです。明るい仕切り屋じゃないんだから、お前。ただ明るいだけ。明るいアシスタント。ただ明るいアシスタント。いや、やめてんすか。わかりました。いいですか、平子さん。わかりました、よろしくお願いします。はい、どうぞ。軽い。平子さん。はい、聞こえてますよ。もしもこちらです。今日も可愛い洋服着てんのかな。どんな洋服着てんの。今日はざっくりニットで決めてきましたよ。はい、いいですよ。全然いいですよ、こっちの方が。本当ですか。はい、はあ、いや、安田さんは声がもうタンカランダ、もうドブみたいな声でね、グズ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 やって、松田優作気取りでちょっと松田優作気取りのダンガリーのシャツ着てさ、いつまで松田優作の影追いかけてんだてめえよ。バカ。追っかけてないですけどね。お前もうやめろそれ、ダンガリーのシャツ着んの。わかりました。なあ、松田優作さんの影をな、いつまでも追いかけるのやめろ、お前クソバカ野郎。安田、安田さんね。なんでそこだけダメなんだ。今似合ってますけどね。そう、はい、平子ちゃんならいいんだけどな、はい、来ても。ありがとうございます。平子ちゃん、そのパンダの柄。あ、パンダの柄今日は着てきました。上野動物園にちょっと行ってきたんで。あ、そう、はい、楽しかった。楽しかったですよ。はいはい。お好きな動物は何。僕やっぱりキリンとかゾウさんとか大きい動物好きですね。いや、キリンって本当は結構凶暴らしいよ。怖い。今日伸びる伸びる。伸びる、これね、今回の放送で。世界はやっぱ明るい人が好きだから。キャラクター祭りと同時進行で皆さんにね、流行語を聞いて回っております。はい、覚えてくれてる方が結構いらっしゃいまして、うん、送ってくださっております。ラジオネームプチョヘンザ、FM 岡山。サンデル流行語といえば、焼きごてでしょうか。ラジオを聞いて、ネットニュースを仕立て上げる記者たちの現状を、有吉さんがつまびらかにしてしまった、焼きごてをアナルにジューッと押し付けるという禁断の刑ですね。ネットニュースを書いてる人たちは、はい、その、編集長なりもっともっと上の怖い立場の人から無理やり何でもいい、捏造でも何でもいいからネタを書けと、うん、ネタを書かないやつは肛門に焼きごてを押して肛門を潰してやるぞという、ひどい、あの拷問を受けながらやってるんだから、あの、まあ、ネット記者たちのこともね、許してやろうじゃないかという、うんうん、僕の大岡裁きの回ですね。平子ちゃんにもやってやろうかな。いや、僕は怖いです。熱いの。そんなもんで済むんだ。安田もやってやろう。安田さんね。安田さん。怖い。その前に。怖俺こんな怖い先輩と仕事したくねえよ。ラジオネームね、台所生まれ冷蔵庫育ち。FM 宮崎。サンドリ、今年の流行語は、有吉さんが誕生日プレゼントである1個500円する卵を使った卵かけご飯を食べて言った、生まれてこの方卵かけご飯をまずいと思ったことがないです。いや、なんだこれ。いや、これなんだろう。今まで生きてきた中で一番幸せですじゃないんだから。岩崎京子ちゃんじゃないんですから。まあ、鶏卵っていうのはちょっとね、流行りましたね。ああ、言ってましたよね、鶏卵、鶏卵と。まあ、うちのこのね、リスナー、まあ、リスナーとは言わないですけど、ゲスナーと呼ばれる人たちはもう万年どこでね、青カビだらけの枕のを使って、山崎さんちの家のようなね、もう陰毛だらけの、もうカビだらけの布団にくるまって、その上で鶏卵をね、たま、卵を、卵ですけどね、需要があるからね、はいはい、需要があるから、一番需要があるからご飯だろうがパンだろうが鶏卵つけて食ってるっていういうひどいね、惨劇惨状ですよね今のね。情けない、働きなさいって、もっと働いてって言ったんですけど、やっぱアリーポッターが魔法かけてるんですよ皆さんにね、まあ、呪いというか魔法というかね、お布団から出られないっていう魔法かけてるもんですから。ちょっとゲスナーは働きたくても働けないというね、魔法かかっておりますけどもね、かわいそうにね。
さあというようなことでね、流行語をいっぱいもらっておりますけども、まあさらにキャラクター祭りですので、はい、何ですか？あ、はい、聞いてる？聞こえてますよ。リズム、リズム、リズム、いいぞ。我々、サカナクション、サカナクションです。どうもサカナクションです。リズム。サカナクション言わないだろ。リズム。どうもサカナクションです。どうもサカナクションですって言わないよ。おそらくな。おそらくだけど。確認は取れてないですけど。ラジオネーム走り熊、福島 FM。はい、おい、安田。安田さんね。坊主のヘッドホンで聞くとお前の声汚ねんだよ。これマジだから。坊主のヘッドホンで聞いてんのマジだから。必死だな、はい、さあということでね、はあ、キャラクター祭りどんどん行かないとあれですございますので、どんどん参っていいですか？いいんですか？行ってもいいんですか？間に合いましたか？はい、行きましょうかね。さあそれでは、あ、ごめんなさい、はい、いろいろとバタ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 としておりますけども、うん、さあラジオネーム、女より魚を追う男、今年のサンドリはこのキャラクターなしでは語れません、うん、10月11日放送、言葉狩りをされた金清です。現代の神と人間の関係を忠実に再現した瞬間だと感じましたということでございます。エントリーナンバー7番、金清。わかったか？わかったボーイ。ただいま健康チェック中、どすこい塾に入りませんか？ヘイ、トンネルを抜けたあそこにベンチがありましたけど座ります？バザーイ、東証一部上場。悲しい悲しい悲しい、困らせないで。サラマンダー、私は灰色の魔術師だ。見つからないんです、明日が。黙れ僕ら、これが千日解放業だ。地獄を見せてやろう。いや見てるんだよもう。ほい。これまあ多分セリフだけですけど、セリフだけですね、まあ、流れの中で突然出てきますからね。平子ちょうどね一緒にやりましたけど、はい、いやなかなか、まあ我々が言葉を与えてるんですけど、はい、いやそのこと与えた言葉が思いがけないところで飛び出してくると、うん、あ、人間も成長したなっていうね。神からの立場としてはね、言葉を奪った人間がこういう風に成長していくのかという恐ろしい瞬間でもありましたけどもね。なんか、まあ、向いてはいましたよね、あの人のキャラクターにはね。そうですね。だから僕もこういう振りされると、やっぱ金清さんのちょっと背中追っちゃうところあるんですよね。すごいことですよね、キャラクターとして。ねえ。まあ、この後ね、その、喧嘩をしてね、二勝二勝利。まあ、ヘビーの密告でね。二勝利って言っちゃってんじゃないですか。まあ、喧嘩して鬱憤が溜まっていくわけですけど、これが原因で、これが原因の一つでね、その暴行事件につながっていくという、まあ今年金清がまあちょっとね、まあ印象には残りましたよね、確かにね、ということじゃないでしょうかね。さあ続いてまいりましょうかね。ラジオネームセンターエビス。僕の好きなキャラクターは4月12日タイムマシン3号、関が板階の天下で遊ぶ西田敏行さんです。あまりのそっくりさに本当に西田敏行さんがアシスタントになったのかと思いました。ということですね。エントリーナンバー8番、西田敏行。僕モノマネできる人今探してるんでね。モノマネできる人ですか。関なんかできないの？西田敏行さん僕ずっとやってはいるんですけど、西田敏行さんが天下使った感じやってみて。いやー、みちこさん、見てよ、これ。リリースボタンがついたんだよ。これ、スーさんが押すんだよ、みちこさん。このボタン押すとね、鳴るんだよ、音が。どうかな？あ、いや、あ、みちこさん、みちこさん、こいちゃんが起きちゃう。みちこさん、みちこさん、あ、こいちゃん寝てなさい。なんかあれですよね、送られてきた天下があったんですよね。送られてきたいい天下があったんですよ。それをリスナーのみんなに音聞かせてやるっつって、それ聞かせてた中で、それ西田敏行さんに発展したんだと思いますけどもね。
安田さんとかモノマネしないね。あ、してる、してたけどね。前はやってましたね。やったね。はいはいはい、やったね。まあ似てるやつないもんね。なんかあったっけ。どうでしょうね。なんかまあ いろいろ言われてはいましたけどね。安倍ジョージさんとか。安倍ジョージさんや、ちょっとやってみてよ。あのさぁ。おでさぁ。今日、また競輪でさぁ。20万負けちゃった。バカかお前。母ちゃんに怒られちゃった。うるさい。まあまあいいね。そういう感じのやつとか、まあやってましたね。このラジオとの親和性は良さそうだ。そうなんだ。結構いいね。平子やんないんだよな、これが。今みたいな渋みどころ出されちゃうと僕なんか持ってないですね。ないのか。いつきひろしやってみる。いつきひろし喋ってみろ。顔で止まってんじゃねえよ。顔で止まっちゃって口の動かし方わかんなくなってる。最低かよ。顔に引っ張られすぎなんだよ。顔作りすぎて口が動かなくなった。難しいですね、筋肉の動かし方。全然だお前は。練習してこい。プロはすごいですね。すごいですね。難しいもんですよ。お前がひどすぎる。顔ひつき色紙になったまま固まっちゃって。言葉一個も出てこなかった。上の筋肉が硬いから口は動かないですよ。知らない。いつきさんにすると全然言ってない。もうこの辺からもう何が何だか全然知らん、覚えもないのが出てきます。覚えてない感じですか。ラジオも東北自動車道、うん、僕の好きなキャラは、ニュースのコーナーに現れた井上陽水のお元気ですかドリーマーの DJ 井上陽水さんです。お元気ですかドリーマー。恋人にしたい女性有名人ランキングを発表しようとするもなかなか発表してくれない陽水さんが次々に謎のランキングを発表してます。エントリーナンバー9 DJ 井上陽水。さあこの時間からおっきいの皆さん、改めましてこんばんは、井上陽水です。いや違いますよ。井上陽水のお元気ですかドリーマー。いや違います。東京半蔵門お元気スタジオから生放送でお送りしております。リクエスト来ちゃいますよ。あの一応あのじゃあ1位から10位まで陽水さん読んだ方が、そうね、読んだ方がよろしいですか。はい、読みます。あ、よ、お願いします。すいません。恋人にしたいランキング、はい、うん、1位、はい、タモリ。いや違います。それあなたの友達ランキングでしょ。違います。1位、はい、傘がない。2位、氷の世界。3位、夢の中。あなたの名曲ランキングでしょ、だから。じゃあいいですよ、うん、じゃあ井上陽水さんが恋人にしたい女性ランキングね、はいはい、お願いします。第1位、逸話真由美。逸話、あ、逸話真由美さん、あ、そうなんですか。第2位、はい、金沢亜希子。金沢亜希子、ああ、なる。ろうそくの前でね、はい、吹いても大丈夫。民謡の方ね、はい、はいはいはい。3位、はい、山下達郎の奥さん。あ、竹内まりやさん。はい、竹内まりやさん。第4位、はい、南沙織。南沙織さん。ああ、はい、はい、第5位。第5位、タモリ。タモリさん。もうゴールなんて見えずにやっぱ喋ってるからね。そうだね。これ自分が出てたやつですけど全然覚えてない。僕も一切覚えてないですけどね。なんかこうやって聞き返すともっとね、いろいろ手段があっただろうな。その場その場ではやっぱりそういう選択を取っていってるんでしょうね。A、B 分かれた道で悪い方選んでいくって。もっと正解があっただろうって。あえて悪い方に進んでいってるっていう感じがね、よく伝わってまいりますけれども。さあもう10、エントリー10になります、うん。エントリーナンバー10まで来ましたよ。うん、ラジオネーム、ベロリンベル。私が今年のサンドリで好きなキャラクターは6月28日に登場したお茶の伊右衛門の創始者
吉井和也さんです。この日有吉さんはメールテーマ上半期を振り返ってにちなんでアシスタントの吉川さん酒井さんを相手に上半期面白コンテストを開催怖いね。3人がお笑い四十八手を競い合う中モノマネの下りの最中におじさんだかおばさんだかよくわからない人物が有吉さんに憑依していましたがまさかそれがあの伊右衛門の創始者だったとは未だに謎多き人物でありますがまたぜひお会いしたいですということでございます。エントリーナンバー10吉井和也。何言ってんだ。あれ佐野本は誰ですか。誰あれあちょっとおい、ま、おいえ誰なんすか。なあ私そんな人いました。何急に始めるから名乗ってくださいよ。名乗ってくださいってお前分かってるだろう。いや分かんないです、誰なんすかこれ。曲が曲言っちゃいましたけど、誰か分かんないのか。じゃあ1曲聴いてください。ザ・イエローモンキーでラブラブショー。先ほどのモノマネの件についてはちょっともうあれ曲に救われた形になってません。誰だか誰だったんですか。吉井和也さんです。伊右衛門のあんな喋り方でしたっけ。ちょっとイメージちょっとないですね。伊右衛門の、はいはい、吉井和也さん作ったお茶のおじさん。そちらの吉井和也さんたまたまですか。いやもう同姓同名の人いるんですね。聞くな聞くな。これもう典型的なもう選択肢を間違えて進んでA ブー B ブー B ブー A ブーとでたどり着いた吉井和也お茶の家も作ってますっていう最悪の選択を重ねた結果これになるというね。恐ろしい。で最終的には聞くな聞くなともう聞くなと恐ろしい。いやでも本当にこんなことでも5年近くやってますからね。すごいですね。本当すごいよ。最悪の選択を選んでも続くことは続くんですよね。素晴らしいですね。ということでございますね、うん、ちょっとね出ないですかね。まあ来年なんかちょっとね2016もしこれやることがあればね、うん、安田さんの安倍ジョージ入ってくると思います。安倍ジョージさん入ってきますよ。入ってくるじゃないですか。本当ですかね。だから可愛いもん安倍ちゃん顔が。あ、そうですか。ええ、あ、まず、あれが、ありがとう。俺さ、はい、いつも怒られてるからさ。誰に怒られてんの？母ちゃんに怒られてんの。はい、もう今日はもう、あの辻君はディレクター席に座ることもなく、もう片隅でずっとパソコンと戦っておりまして、まあ、山川がディレクター代わりずっと球をね振ってくれたりいろいろ指示をしてくれたりしておりますけども、はいはい、十分これでいけてます。いけちゃった、ね、来年からなっちゃうんだよ、ね。ということで、ね、流行語なんかもいろいろ来ておりまして、東北自動車道 FM 栃木、今年のサンド流行語は9月13日放送、有吉さんが言っていた10年後のことを言うやつはクズだからだと思います。すごく心に響きましたね。まあ、みそのさんのことを言ったら、みそのさんのことを揶揄したんですかね。揶揄すんじゃないよ。揶揄をすんじゃないっていう、ね、これはなんか俺知ってますね。なんか10年後のことを見とうちを見といてとかっていう、そうそう言ったことに対してですね、そう、10年後のことを言うようなやつはクズだから。1年後のことさえわからないわけですね、世の中っていうのはね。やゆを、まあ、今後もやゆを続けていきたいと思います。ラジオネームゴモラ。今年の流行語はルパン三世カリオストロの城が高視聴率を記録というニュースをもじって有吉さんが言った、カリコスコスで高タンパクを記録だと思います。その後安田さんがボキャブラならバカパクですよと言ったのが印象的でした。印象に残ってないの。言ったんだそんなこと。俺今逆だったわ全然。感想としてはボキャブラとしては出来悪いっていう。その時は思ったんだ、ね、その時の気分では、ね、あなたも AB のチョイスを間違ったんです。間違ったんですね、はい、夢のコラボレーションですよね。聞いてる方からとったらね。カリコスコスで高タンパクを記録、ボキャブラならバカバクですよ。いい加減してほしいね本当に。優しさに包まれたね。ラジオネームラッピングリロも FM 宮崎。今年の流行語はマイリーサイラスだと思います。ピンクの脇毛が輝いていました。ちなみに僕は馬に乗った画像で3度ほど抜きました。まあマイリーサイラスさんというね、まあアメリカのアーティストですかね、はい、あのなんかすごいですよね。なんかペニバンがついたパンツ履いてね、いつも個性的な衣装でね、腰振って暴れて踊ってましたけどね、はい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 、
日本でいうところのあれペニバンつけてるっていうことはインディンですよね。インディンオブジョイですよね。うん、まあそうでしょうね。そうなっちゃうんですかね。まあだから外国版インディン、インディンオブジョイですよね。先はでもインディンさんですもんね。そうです、絶対そうですよ。先駆者のオブジョイトイ、エロテロリスト、インディンオブジョイトイですね。インディンオブジョイトイと断密と、うん、あと誰かな、黒木香織さん、どれが好き？千田光雄さんも入れていいよ。千田光雄、断密、千田光雄、そっちになっちゃった。断密、うん、ダンミツ、ダンシンヤ、どれだ、嫌いだよ、嫌いだよ、嫌いだよ、嫌いってダンダダ、嫌い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 だわ、嫌い嫌い、ダンのあたりのくせ、どれにしようかな、最初思ったよ、どれも好きだなと思ってたけど嫌いでした、嫌い、センダー偉い、センダー偉い、嫌い嫌い、お前嫌い、ラジオネームラックコンドル、うん、FM 三重、今年の流行語は深川はズル向けだです。出川さんが向いてくれたんだとのことです。あいつ今も元気ですか？そうなの、僕が深川は向けてて綺麗なチンチンしてるっつったら、ゲスナーの連中があいつは方形だっつって、深川は方形だっていうことを言ってた、ラジオで言ってたとかいうメール送ってきやがって、俺がでも深川それ勘違いかっつったら、それは出川さんが向いてくれた。出川さんが向いてくれたからその時はそう見えたんだろうっていう最低のしか最低しかないじゃないか、本当に。一旦ブレイク。さあというわけで、分かりましたかね、ゲスラー今の音の入りのキレの良さ、うん、っていう、なんとディレクターが辻君に変わりました。気づかねえ。待ってました。入りが違うんだって、やっぱり違うんですよ、入り方違うんですかね、やっぱり辻君のもうボタンの押し方が違うんですか、見せてやるっていう。ポーズはね、そうでしたけどね、変わりますっていう時の手の上げ方かっこ、俺がやりますよかったですよ。ラジオネーム渡るお祭り、うん、福島 FM、 有吉さん、10年後のことを言うやつ絶対にクズという発言はみそのに対してではありません。これから10年絶食できますと男性関係を断つことを宣言した矢口真理に対しての発言です。そうだった。もちろんみそのもクズなんですが、10年後の約束をしたのはクズは、10年後の約束したクズは矢口です。そうだった、そうだった。これは失敬、これは大きなクズ勘違いをしております。でもみそのさんもしそうですからね。そうですね、はい、まあ両者痛みくずということで、両者痛みくずということでさあ、ということで、今夜サンドリキャラクター祭りを開催しております。早速いきましょう、はい、ラジオネームはコマンド吉田、僕が今年好きだったサンドリのキャラクターは8月16日に出てきたワイルドフェスちゃんです。レッチリとノラジョーンズぐらいしか知らないのにフェスを語るワイルドフェスちゃん、最高です。ちなみに僕の好きなセリフはこれです。フェスはメンバー発表とは言わないんだぜ、なんとかって言うんだぜ、ライナーノーツ、うん、ラインナップだぜ、よくわからないぜ、辻君とのやり取りがうまくいかないぜ、もう30票ぐらい入れさせてくださいって、なんかよくわかりませんけども、エントリーナンバー11、フェスちゃん。それこそすごい人混みなんじゃないですか。そうよ、すごい、すごいだろ。フェスってすごいだろ。誰なの、声優なの、何なんすぎちゃうのじゃないですか。フェスちゃんだぞ。フェスはメンバー発表とは言わないんだぞ。なんとかって言うんだぜ、ライナーのラインナップ、いや、もうよくわからないで、辻君とのやり取りがうまくいかないじゃん。フェスちゃん質問です。今一番やりたい女は誰ですか。トリンドル・レイナだぜ。ワイルドフェスちゃん、やっぱ僕のスギちゃん好きがやっぱり表に出てますよね。僕のやっぱり深層心理の中にあるスギちゃんとか小島よしおが好きだっていう僕の中に眠る。でどっかでね、そういうところあるんでしょうかね。ちょっと一発屋の皆さんのこと僕やっぱり身内のように思ってますから、なるほどなるほど、異様なやっぱりちょっと愛があったりしますけどね。フェスちゃんって、スギちゃんでしたけどね、ほぼスギちゃんでしたもんね、うん、そうですね。ちょっとワイルドフェスちゃんって。
よくわかりませんけど、もう次はもう12人目ですね。すごい。ラジオの金玉工場長。僕が好きなキャラクターは3月22日に登場した孫悟空です。この悟空は苦しみを乗り越えると小梅太夫に変化するという能力を持っており、初めて聞いた時とても興奮したそうです。ということで、エントリーナンバー12、孫悟空。ギギヨーグギギギギギギギあれじゃないですか。ギギギギギギギこれ悟空ですよ。え、悟空、悟空が野沢雅子さんですよが言うんですか、そんなこと。あります、本当に言うよ、苦しんでる時。クリリンのことか。あ、そんなのあったね、ありました、ね、クリリンをやったのは誰だ。熱気じゃん。変わってるよ、変わってる。これは覚えてます、覚えてます、これは覚えてます。ギーをやったらやられてたのは覚えてます。僕も一応ドラゴンボール見たんですけど、あんまりそのギッギッギッっていうのがちょっとあんまりそんなギギギスペシャル、ギギギギスペシャルでしたっけ、この日。この日ギギ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 ギいきなりすぎてびっくりしちゃったよ。徳光さん、ブラック徳さん、ブラック徳さん、ブラック徳さんとはそこ裏の裏の徳さん。いいって言うかなっていうのが。どんどん出てきちゃいますね、新キャラがね、なんかね。阿部寛もいるしね。平子がちょっといないのよ、キャラクターがちょっと今悩んでて。あ、そうなんですか。うん、そうなんですよ。な、うん、元気な平子ちゃんしかいないから。そう。ちょっとなんかな、いいキャラクターあったらいいけど、なんかもらえたら嬉しいですね。そうだよな、はい、なんかあげたいけどな、はい、俺もちょっとないんだよな。ないですか、うん、ごめんね、今日はないわ。でも自分の力で探します。はい、探してください。はい、はい、明るくていい子だけど嫌われはしないからね。ただ明るい平子、ただ明るい平子ちゃんね。明るいアシスタント入ったな。結構あいついいんだよ、流れ壊さないし。明るいしね。めちゃめちゃ自分の満足度はないけど。そいつ自体は。ラジオネーム、女より魚を追う男。FM 群馬ね。私が好きなキャラクターは10月4日。話したくないのコーナー前に登場した田舎者有吉です。10月限定のコーナーができるきっかけになったキャラクターで、個人的にはツボにはまりました。岩盤浴で吹き出してしまい、周りのカップルからの目線が痛かったのを今でも思い出します。ということで、エントリーナンバー13番、田舎者有吉。スーターバックスない、何それ。スーターバックス日本じゃねえじゃん、もうそれ。カッコつけるんじゃねえよ、お前。そう、うん、そこまでじゃねえ。あ、温かみのある名前がありますけど。そう、あったけえ、うん、お汁飲んでいきな。悪意なんだ、あんたのは。ねえ。里なんだ、里言葉ってのがあるんだから。そう、俺だって広島だから。そうですよ。そう、だから、うん、いいなって言ってんだよ。ちょっとやっぱり平子と金木がいる間、ちょっとあのコーナーあれにしようよ、じゃあ奥に。お国自慢にしようよ。僕の、僕のあだすのお国自慢。僕のあだすのお国自慢という。有吉さん聞いてけろ。はあ、ということでございますね。田舎もありました。これだから結構コーナーになったんですけどね。そうですね。だから平子さんも結構な、鉛隠してやってるから、いつも鉛出せばいいのになっつってんの。はいはいはい。そう思いますね。ね、うん、聞いてみろ、おい。いい、いい。田舎もん、ええ。誰が田舎もんだ、この野郎。おめんのことだよ、田子さん。頭カッからつけられる前に、向こうさん行け。何言ってんだかわかんねえな、この田舎もん。ほら、飲め飲め、豆ブー汁、豆ブー汁、ほら、飲め。これはええ、豆ブー汁だ。体の芯から温まるわ。体の芯から温まっても洞窟に住んでるような人間がな、すぐ冷えてしょうがねえだろ。凍えじれ、バカ、アホ。
こんなにバカにされたことは俺は生まれてこの方ねえぞ。頭かっくらつけてやる。つけてやる。怖いな。かっくらつけてやる。かっくらつけてやるって何なんだよ。いや、東北の人がこれ言ったらもう終わりですよ。本当、頭かっくらつけてやるって言ったらもう終わりです。あ、そうなんだ、はい。もうだから、いわゆる外国でいうところのチキンみたいな発言ってことね。もうもう喧嘩だね。最終宣告ですよ。そうなんだ。いいねー。そんな怖いこと言ってたんだ。全然違う。安田さんだって、あの、一番田舎くせえな、お前なんか変な、出身どこみたいな顔してるくせに出身は東京なんだよな。東京です。生まれたのは目黒ですからね。いいとこですね。ね。目黒のドブの中だろ。目黒目黒って言うけどな、お前。目黒のドブにな、産み落とされたんだからな。お前みたいな人間は。お前、かっからさげろ。はい、引き続きサンドリーキャラクター祭りお送りしてます。縄られてますけど、平子の、はあ、平子のあのー、平子の奥さんの、はあ、バンバンタンをいじって舐めてやりたいなと思って。バカ野郎めえ、夜さなったら鳥の下さこう。平子の奥さんのバンバンタンを舐めてやろうと。バンバン、ダメ、おめえ、ダメだ、取りに行こう。お前の嫁のバンバンタンいじってやる。バンバンタン、おめえ、次の、お前、季節の夏の祭りにはいられると思うなよ。怒ってんな。怒ってるな。安田、お前、ドブの人間なんだから黙ってる、バカ。うるさいね。行くよ、もう。エントリー残り2つでございます。はい、ラジオネーム水平リーベ僕の船 FM 山口、先月の11月22日に登場したボジョレー嫌いだろう丸さんです。その名の通りボジョレーとそれを愛する人々が嫌いな人で、ボジョレーを進めるやつはバタフライナイフで脅したり、謎のボジョレー嫌い体操という体操でボジョレーを嫌いになるような布教をしたりと、ボジョレーに対する憎悪が具現化した恐ろしいモンスターがこのサンドリで生まれてしまいました。エントリーナンバー14、ボジョレー。どうもこんばんは、ボジョレ嫌いだろうマネです。こんにちは、こんにちは。またお会いしましたね。はい、すいません。よろしくお願いします。私ね、はい、ちょっと皆さんに言いたいことがある。はい、私ね、はい、ボジョレ嫌い。わかんない。名前になってるからいいよ。分かってんだよ、名前になってるから。もうさ、それではまたお会いしましょう。はい、また、はい、さよなら、はい、さよなら、はい、さよなら。ボジョレ嫌いだろう丸さん、こんばんは。今日は何を食べましたか。あ、またお会いしましたね。あ、こんにちは。ボジョレ嫌いだろう丸です。あ、ボジョレ嫌いだろう丸に来んのかな。今日は何を食べましたかというご質問がなんかすごいですね、来たようで。ボジョレ、僕嫌いなんですけど。今日ですよね、名前になってますからね。だからボジョレに一番合わないものをね、やっぱ食べます、いつも。ボジョレ何合わないかですか。残飯です。え、残飯。残飯。ボジョレ嫌いだろう丸さん、質問です。あ、またいいね。もう時間ねえんだからいいんだよ。好きな女性のタイプはどんなんですか。私ね、うん、こう言っちゃうと結構いろんなところで結構なんか怒られちゃうんですけど、はい、大丈夫です。私ボジョレが嫌いなんです。知ってます、名前になってますから。うん、ですからね、はい、好きな女性のタイプはね、はい、言うか。ちょっとお耳汚ししました、失礼します。ありがとうございます。なんだよボジョレ嫌いだもうローマルって。なんだって言われてもね。いや、これは今日本当に気づきますね。まあ2016年からもうちょっと真面目にやろうって。いや、思いつきりもほどがある。選んでる選択肢が本当に全部間違った方向に行ってる。なんであそこで言うかって言ってしまうかっていうね。反省会みたいになっちゃって。難しいところですよね。いろいろと本当に悩んだ挙句というか、これ。みんながネタとかで悩む気持ちがよくわかりますよ。本当にね、えらい、みんなえらい。ということで参りましょう。ラストになりますかね。ラストのエントリーでございます。ラジオネームフクロウの唐揚げ。私が投票したいキャラクターは2015年9月13日に突如登場した青いお化けです。血のついたナイフという意味深な発言が恐ろしく、
一瞬の登場だったのですがとても印象的でした。一瞬だったの？全く覚えてない。一瞬だったんだ。エントリーナンバー15、青いお化け。誰なんだ。ドラえもんじゃないの。誰だ。ドラえもんではない。青いお化けだよ。青いお化け。いや具体名ないですか。青いお化け。青いお化けだよ。誰なんだろう。青いお化け有名じゃないの。タタタタタタ。あ、ドラえもんや。ドラえもん。血のついたナイフ。怖いなこれ。ドラえもん。今のドラえもん全然違う声だしね。誰だ。さっきと同じだっすよ。元ドラえもん。元ドラえもん。じゃあ今なんだよ。今青いお化けなんだ。なるほど。青いお化けこと元ドラえもん。元ドラえもんですね。元ドラえもん面白いもんね。なるほどね、うん、さあということでね、15のキャラが出揃いました。うんうん。1番ゾンビ、もう覚えてんかねみんなね、もう忘れてんじゃないかなと思うけど、そうです、ね、1番ゾンビ、2番太木よしこ、3番恵比寿さんの兄、うん、高橋源次郎、うん、天竜、ハリアリーポッター、金木よ、西田敏行、うん、DJ 井上陽水、うん、吉井和也、うん、フェスちゃん、孫悟空、田舎者有吉、ボジョレー、青いお化け。ろくなやついねえじゃないですか。ろくなろくなのがありませんけどね。まあ、まあ個人個人好きなのもあるでしょうしね、うん、あれが出てなかったこれが出てなかったというのも当然あるでしょうけど、ね、まあそういうのも無限にありますからね、うん、まあだからちょっと2016年からはちょっともうちょっとなんかやるときは一生懸命キャラとやっぱり向き合って向き合ってやんなきゃ、生だからとっさだからっていうことに甘えず、うんうんやばい。もうちょっと。とっさなんだからいいじゃねえかっていう感じになってるから。やっぱそれ一回一回もう、一回一回のもう大事な大喜利の大会だぐらいの感覚でやっぱり、キャラを精査してやっていきたいなというふうに思いました。反省してんじゃねえか。反省会になっちゃってんじゃねえか。もうガチガチでね、生の魅力なくなったりして、ね、次のキャラですね、みたいな。スネをやります。逆に固まりすぎちゃう。全然面白くなくなっちゃってねえねえドラえもんなんだいみたいなね。全部コントやっちゃったやつ。さあということで大賞発表いたしましょうか、はい、2015サンドリキャラクター祭り大賞は、ゾンビです。うれしいなぁ、困るし、あこれ反対です、やったこれ反対です、やった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 葉っぱ一枚あればいい。反対です、反対です。さあということで、有吉サンデーナイトドリームはね、キャラクター祭り大賞も決定いたしました。ゾンビということでね、結構反対ですよ。あんなのもっといいのあったでしょう。いやそうですか。ありましたよ、青いお化けとかの方が全然良かったと思いますよ。結構ね、これゾンビって物議を醸してね、やっぱ怖すぎるんでね、夜なんで、リスナーの小学生なんかね、怖いっつってね、もうラジオ聞くのやめますなんて言って、ゾンビの苦情も来たんですけどね。本当に来たの。そうね。でもまあちょっとゾンビの人気だったもんですから、ついついやってしまいましたよね。安田さん嫌なんでね、ゾンビ怖いんでね。いやいや怖いっていうか、いや全然驚かないよ。武藤圭司に変わってんじゃん。それは面白いよ、そっち。おお、そんなに。お前びっくりしてんじゃねえかよ。お前怖がってんじゃねえかよ。ラジオネームピリッと、はい、夢見終わって、年末の大掃除とはまさにこのことです。うるせんだよ。いい加減にしろ、本当にね。今日紹介されたキャラに年を越していいやつは一人もいません。間違った選択から生まれた悲しきキャラたちを全員駆逐して上を引き換え出しましょう。うるせんだよクソ野郎。ラジオネーム黒羊 FM 群馬。今年の流行語は4月の放送で
体調が悪く休めないかとマネージャーに相談した際にマネージャーさんが放った今日のアシスタントが心配なので来ていただけませんか。僕らはかつて安田とマシンガンズのみのサンドリという大惨事を経験しているので結果的に無理して有吉さんに来ていただいたことを今でも心から感謝しております。めっきり寒くなりましたが風邪などひかぬようお気をつけくださいという優しいメールもね来ておりますね。あの時結局ね風邪とか胃腸炎だとかそういういろんな疑いがあったんですけど結局病名がねゾンビウイルスってねそっからゾンビになってしまったんですよ。あ、そうですか。ゾンビ引っ張るなぁ。まだ今年いっぱいね、はい、今年いっぱいもうラストもう来年からはゾンビないですね。なるほど、はい、はい、お願いします。いろいろまあブレてましたけど基本的には高橋源次郎さんがずっとやってますから、はい、平子さんもちょっと参加してます。そうですね。うちのこの後うちのイチルも喋らされて、そうもう高橋さんと、うん、真由美ちょっと怒ってましたからね。何言わしてたの。番組何の長いから。子供たちの旦那の間にね、うん、突如高橋源次郎さんが現れる。いい迷惑よ本当に。饅頭を食べる音を聞かせて聞かせてくれっていう地獄のような旦那になってしまいます。最終的にシーンっていうね。シーンって受けてます。あれ受けてなかったの誰かね。あれ新妻かな。新妻ですか。新妻はつまんなかったんだね。高橋源次郎さんにハマんなかったハマんなかったんだね。そうですか。なるほどなるほど。まだ行っていいんですか。大丈夫なんですか。あ、行けます。じゃあね、ラジオネームごめんねゴメス。僕の好きなキャラクターは11月15日登場、天竜さんです。何を言っているのかほとんどわからないのになぜかある一言だけははっきりと聞こえました。エントリーナンバー5番、天竜。アリーシュークサンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございます。あ、失礼。テルゲンジロサンダーソルブンドライバー石田聞いて、聞いてサルブンドライバー俺なんて、なんて、これは言葉は喋ってない。言葉喋ってない。ベロ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 っつってんじゃないですか。ブレッツ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 実は長女言って全然ねる ご気が強い。オナニーオナニーって言ったんだよ。捉えたぞ捉えたぞ今捉えたね捉えたぞ。天竜さん引退後一番やりたいこと何ですか。オナニー長いわ天竜さん結構長いおしゃべりだからね。怒られるぞもうこれは。これはダメだ。あらあれあいつらあれ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 前後が一切わかんないから。わかんないね。いやでも本当の天竜さんこんなんよね。まあそうだよね。そう確かにそうですよ。そうですね。アイレゾ音源アイレゾ音源です。あの音源ですだいぶ入ってきましたね脳に。注意してる。今もそうだよ。今もよ。今も絡んでるから。絡んでますかね。絡んでますかねえじゃねえんで、から分かるだろ自分で単絡んでることぐらい。お前バカかよ。すいませんでした。なあ、安田。安田さんね。なんでそこだけダメなんだ。なんでそこだけダメなんだ。あと全部。CM 中もずっとやってっからね。聞いてる人ここだけだと思ってるじゃん。CM 中もなんならここ入ってきた時からずっとやってるもん。平子大先生。いやなんすか。僕はいいじゃん。あ、じゃあ褒めてるじゃないですか。困ってね。明るくやれよ。お前今日明るくやれずっと。もうこういう。ここからですか。わかりました。お前そのトーン禁止。はい。元気な平子さんじゃない。平子。どうもはいはい、よろしくお願いします。9時台さあやっていきましょう。そんな生意気言わないで勝手に仕切らないで。いや仕切ってない。すいません仕切ってはない。明るい仕切り屋じゃないんだからお前。ただ明るいだけ。明るいアシスタント。ただ明るいアシスタント。
いや、やめて。わかりました。いいですか、平子さん。わかりました。よろしくお願いします。はい、どうぞ。なんか悪い。平子さん。はい、聞こえてますよ。もしもーし。こちらです。今日も可愛い洋服着てんのかな。どんな洋服着てんの。今日はざっくりニットで決めてきましたよ。はい、いいですよ。全然いいですよ、こっちの方が。本当ですか。はい、はあ、いや、安田さんは声がもうタンカランダ、もうドブみたいな声でね、グズ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 やって、松田優作気取りでちょっと松田優作気取りのダンガリーのシャツ着てさ、いつまで松田優作の影追いかけてんだてめえよバカ。追っかけてないですけどね。お前もうやめろそれ、ダンガリーのシャツ着んの。わかりました。なあ、松田優作さんの影をな、はあ、いつまでも追いかけるのやめろお前クソバカ野郎。まあ、安田さんね。なんでそこだけダメなんだ。今似合ってますけどね。そう、はい、平子ちゃんならいいんだけどな、はい、来ても。ありがとうございます。平子ちゃん、それパンダの柄。あ、パンダの柄今日は来てきました。上野動物園にちょっと行ってきたんで。あ、そう、はい、楽しかった。楽しかったですよ。はいはい、お好きな動物は何。僕やっぱりキリンとかゾウさんとか大きい動物好きですね。いや、キリンって本当は結構凶暴らしいよ。怖い。表伸びる伸びる。あ、伸びる、これね、今回の放送で明るい人が好きだから、キャラクター祭りと同時進行で皆さんにね、流行語を聞いて回っております。覚えてくれてる方が結構いらっしゃいまして、はい、送ってくださっております。ラジオネームプチョヘンザ FM 岡山、サンデル流行語といえば焼きごてでしょうか。ラジオを聞いてネットニュースを仕立て上げる記者たちの現状を有吉さんがつまびらかにしてしまった、焼きごてをアナルにジューッと押し、孤独のアナルだと思います。孤独のアナルってやってたんですよ。孤独のアナルって孤独のグルメもね、結構流行ってましたけど、はい、結構こっち孤独のアナルの方も、うん、流行ってたみたいで。孤独じゃない方のアナル知らないですからね。なんのコモンゼロみたいな感じだったね。コモン、あ、ゴロね。コモン、ゴロ、うん、そこまであったの。アナルになんか入れたい。ポンポンポン。なるほど、これはなかなかクレイジーですよね。なかなかこれも孤独なアナルも。ラジオネームやったんでしょ、本当にやったんでしょ。あの1年で1回この回は本当にちょっとなかなかついてこれない人も多いと思うんですけど、ちょっとすいません、これはちょっとしょうがないですよ。そうですね、たまった海を出してる回ですから。すいませんすいません。あ、なんかどっちかが分かんない時あるんですよ、あのほら急に思いついてやってんのか、はい、うん、本当にあったのかっていうのが分かんない時ある、はい、まあ、私もあんま記憶ないままや。最初のプチョヘンザ FM 岡山、流行語です。ノッチさんが宮古島トライアスロンでサインをもらおうと打ち上げにいた外国人選手に声をかけた Are you Benjamin? ノッチさんはベンジャミンを探す旅に出てもらいたいです。もうそう、トライアスロンの有名な世界チャンピオンがいるから、それにちょっとサインもらってくるって言ったんだけど、どれがベンジャミンかよく思い失礼だろ、それがもう、ああいうベンジャミンって結局わからなくてサインもらってこなかったですけどね。ラジオネームトム FM 群馬、流行語はおちんこドローンおじさん、これが言う。前後なんだったんだ。わかんないね。いや、ドローンね。ドローンね。ドローン。ドローンが言って、はいはい、おちんちんドローン、おちんこドローンおじさんいるから気をつけてくださいって。下北の方のね、ちょっとあの、裏の、下北のちょっと外れの駐車場にあるね、うん、はい、あの、コインパーキングのところで、立ちションをしてるふりをして、うん、あの、勃起したおちんちんを見せてくるおじさん、ドローンおじさんがいるから気をつけなさいよっていう話です。そうなんですか。聞いたところで分かんないです。分かんないで。おちんこドローンおじさん。いたんですけどね。あんまりあの上の方飛んでないですから、ね、下の方にいますからね。ラジオネームドレンディエンジェル香川。サンドリー、今年の流行語は皮膚水だと思います。長い年月皮膚の病気を治すため皮膚エネルギーを使った皮膚水はノーベル医学賞に等しいんじゃないでしょうか。これまあ山野のね、足の皮を水に入れて、
まあ、足の皮によって、まあ、あの炭と一緒の効果がありますから。炭が俺違ってたのエントリーナンバーはもっとあったよいっぱいもっとあるって。いや、このラジオもっと面白いはずだよ。これめちゃめちゃ面白いじゃん。そうか、これ。断片で聞いてるからね、ちょっと変な感じがする。いや、確かにあの、ホームページの写真込みだったら多分面白いと思うんですよ。だって毎回同じ写真なんだもん。でも服は違う。必死じゃん。え？もう怖くて。だから怖くない。めちゃめちゃビビってない、ゾンビのやつ。ビビってないですもん、全然。それゾンビは苦手ですけど、うん、そのやつ、だからその感じ、もうだから登場その感じ出してますけど、それは全然驚かないですよ。うん、それは。うん、いや、だから、なんか威嚇してきてるけど。怖いもん何？一番怖いもん、世の中で。一番怖いもの？なんだろうな。なんだろう。まあでも、じゃあ、またゾンビですよ、だから怖いのは。そういう意味ではだって殺してもあれでしょ、うん、生き返ってくるわけでしょ、うんうん、だそういう意味ではそれは怖いですよ そしたらいやだから言ってんだけどこれ無駄だと思うんだよねもったいないよ時間がもっと楽しいことできるはずだめちゃビビってるじゃんビビってないめちゃビビるじゃんビビってないよ全然恥ずかしいいい大人がゾンビ怖いゾンビは怖いですけど、うん、ちょっと時間どうかね難しいねもったいないいったんブレイクしましょうかこれもったいないほらさあ本日サンドリキャラクター祭りをお送りしておりますどんどんメール読んでいって紹介をしていきます、はい、ラジオネーム川柳、エントリーナンバー2太木よしこ今年も登場した予言者新年一発目生放送でデンジャラス安田とゲスナーの1年を予言し全員がこの予言に怯えながら2015年を生きてきた私は見事予言が的中し太木さんの力再確認しましたということでエントリーナンバー2太木よしこですもう売れるって聞いてるよもういや今年売れるか売れないかちょっと占ってみる、うん、いやーやめてやめてやめて特別ゲストに来てもらって怖い怖い怖いあの人でしょ太木さんでしょ太木さん死ぬわよって言うじゃんラジオネームオレンジみかん、うん、太木よしこ先生ああ今年の運勢教えてくれやめとけそんなやめとけよそんなのこんばんは久しぶりね安田あ俺を占うんですか太木ですあお久しぶりです占ったけどあいや、うんうん、ありがとうございます相変わらず汚い顔してあそうですか、子供生まれたんだってはい生まれましたね、はい、子供は風に注意させな、はい、本当に、はいはい、そうですね、はい、お前死ぬけどなもうやだうんやめたくないあとこのラジオ聞いてるあのリスナーの貧乏人ども、うん、全員なお前らあれだちょっとやっぱタンパッてやってさタン切って、はい、タン切れないんだったらタンを切る薬もらってさ、はい、やってくれねえとさ、はい、困るんだよすいませんなんかそれリスナーの人はやっぱりヘッドホンで聞いてるからねヘッドホンで聞いてるんですかさっきのあのくっていうのに気持ち悪いからね8時台のあのやつをヘッドホンで聞いてらっしゃるんですかハイレゾ音源ハイレゾ音源であの音源ですかだいぶ入ってきますね脳に注意してる今もそうだよ今もよ今も絡んでるから、ね、絡んでますかね絡んでますかねじゃねえんでから分かるだろ自分で単絡んでることぐらいお前バカかよすいませんでしたほかなあ安田安田さんねそこだけダメなんだなんでそこだけダメなんだよあと全部 CM 中もずっとやってっからもう聞いてる人ここだけだと思ってるじゃあ CM 中もなんならここ入ってきた時からずっとやってるの平子大先生いやなんすか僕はいいじゃんあじゃあ褒めてるじゃないですか困ってね明るくやれよお前今日明るくやれずっともうこういうここからですか？分かりましたお前そのトーン禁止はい元気な平子さんじゃない平子どうもはいはい、よろしくお願いします。9時台さあやっていきましょう。そんな生意気言わないで、勝手に仕切らないで。いや仕切って何仕切ってすいません仕切ってはないです。明るい仕切り屋じゃないんだからお前。ただ明るいだけ。明るいアシスタント。ただ明るいアシスタント。いや、やめてですか。わかりました。いいですか、平子さん。わかりました。よろしくお願いします。はい、どうぞ。なんか悪い。平子さん。はい、聞こえてますよ。もしもーす。こちらでーす。今日も可愛い洋服着てんのかな。どんな洋服着てんの。今日はざっくりニットで決めてきましたよ。はい、いいですよ。いいですよ。全然いいですよ。こっちの方が。本当ですか。はい、いや。
安田さんは声がもうタンカランダもうドブみたいな声でねグズ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 やって松田優作気取りでちょっと松田優作気取りのダンガリーのシャツ着てさいつまで松田優作の影追いかけてんだてめえよバカ追っかけてないですけどねお前もうやめろそれダンガリーのシャツ着んのわかりましたな松田優作さんの影をな、はあ、いつまでも追いかけるのやめろお前クソバカ野郎、まあ、安田さんねそこだけダメなんだ今似合ってますけどねそう、はい、平子ちゃんならいいんだけどな、はい、来てもありがとうございます平子ちゃんそれパンダの柄あパンダの柄今日は来てきました上野動物園にちょっと行ってきたんであそうはい楽しかった楽しかったですよはいはいお好きな動物何僕やっぱりキリンとかゾウさんとか大きい動物好きですねいやキリンって本当は結構凶暴らしいよ怖いヒョウ伸びる伸びる伸びる、これね今回の放送で明るい人が好きだから、キャラクター祭りと同時入り方違うんですかねやっぱり辻君のもうボタンの押し方が違うんですか見せてやるっていうポーズはねそうでしたけどね変わりますっていう時の手の上げ方かっこいい俺がやりますっていうよかったですラジオネーム渡るお祭り福島 FM 有吉さん10年後のことを言うやつ絶対にクズという発言はみそのに対してではありませんこれから10年絶食でいきますと男性関係を断つことを宣言した矢口真理に対しての発言ですそうだったもちろんみそのもクズなんですが10年後の約束をしたのはクズは10年後の約束したクズは矢口ですそうだったそうだったこれは失敬これは大きなクズ勘違いをしたんです、でもみそのさんもしそうですからねそうですね、はい、まあ痛みくずということで両者痛みくずということでさあということで、今夜サンドリーキャラクター祭りを開催しております、うん、早速いきましょう、はいラジオネームはコマンド吉田僕が今年好きだったサンドリーのキャラクターは8月16日に出てきたワイルドフェスちゃんですレッチリとノラジョーンズぐらいしか知らないのにフェスを語るワイルドフェスちゃん最高ですちなみに僕の好きなセリフはこれですフェスはメンバー発表とは言わないんだぜなんとかって言うんだぜライナーノーツん ラインナップだぜよくわからないぜ辻君とのやり取りがうまくいかないぜもう30票ぐらい入れさせてくださいってなんかよくわかりませんけどもエントリーナンバー11フェスちゃんそれこそすごい人混みなんじゃないですかそうよすごいすごいだろフェンスってすごいだろ誰なの声優なの何なんすぎちゃうのすぎちゃうフェスちゃんだぞフェスはメンバー発表とは言わないんだぜなんとかって言うんだぜライナーのラインナップいやもうよくわからない辻君とのやり取りがうまくいかないじゃんフェスちゃん質問です今一番やりたい女は誰ですかトリンドル・レイナだぜワイルドフェスちゃん僕のスギちゃん好きがやっぱり表に出てますよね僕のやっぱり深層心理の中にあるスギちゃんとか小島よしおが好きだっていう僕の中に眠るでどっかでねそういうところあるんでしょうかねちょっと一発屋の皆さんのこと僕やっぱり身内のように思ってますからなるほどなるほど異様なやっぱりちょっと愛があったりしますけどねフェスちゃんだけどスギちゃんでしたけどねほぼスギちゃんでしたもんね、うん、そうですねちょっとワイルドフェスちゃんってよくわかりませんけどもう次はもう12人目ですねすごい、ということでだから今日はですね皆さんのリクエストにお答えいたしまして、うんはい、この番組に登場してくださったいろんなキャラクターの名場面を紹介していくという、うんまあ、去年から始まった名物企画になっていくということでございますね、うんうん、はい何ですかねだからお二人は出たのがだから安田さん1月から3月までの3ヶ月間、ねはい、まあこれ優勝得点で3ヶ月間で、うん、ありがとうございますね、はい、で平子は金清とのコンビで10月に登場していただいたと、はい、ちょっとなんか平子はちょっととばっちり受けましたかねいろいろと言葉狩りの月ですよねそうですねでもね聞いてる方はすっごい面白かったですよそうですかめちゃくちゃ面白かったです
やっぱりラジオとかっていうのはなんか作業しながら聞いちゃったりもするわけですよ。もう笑いましたもん。あら作業止まりましたもん。カネキョで笑った、あんなに笑ったことない。だからね、カネキョが言葉狩りでそう言われてるわで、やっぱ平子はユーモア狩りって言われてるから。ちょっとね、確かに何でもない。平子のいいとこは全く聞こえてこなかった。何もないですよ、あんな化け物に出てきたらね。辛い1ヶ月だった。ただの人間なんだから、こっちは。あんなもんおもちゃしないから。面白かったな。でもあれはいやね、結構そういう評判もありましてね、ちょっとなかなか飛ば中でしたし、平子はだから11月の29日ね、はい、もう再登板してもらう予定だったんですが、はい、うん、タイムマシン3号に呪いをかける都合上ね、まあ、タイムマシン3号を呼びましたので、はい、そこでもまあそうなんですよ。登場ならずと。 M1 の決勝行きましたからね、向こうが、まあでも4位でしたからね。あら、平子さん何位でしたっけ。僕3位ですから。まあ、すごいですね、はい、まだまだ背中見えないんじゃないですか。見えるわ、もうすぐ近くだろ。なるほど、ということですから、まあ、皆さんからいただくメールもですね、ちょっといろいろと、うん、まあ、キャラクター祭りの感想とかね、はい、そういうものを中心に今日はちょっと募集をしていこうと思います。コーナーはいろいろちょっと飛んでしまうかもしれませんが、はい、ご容赦願いたい、1年に1回のことです。お付き合い願いたいと思っております。はい、ということでございますね、はい。さあ、もう行ってもいいんですか、大丈夫なんですか。素材が間に合ってないんですね。あら、メールを読んだりいろいろとするというね。なるほど。平子一流君と安田かぶと君はどっちが年上なんですか。うちがもう 4歳なんで。一流君も4歳ですか、はい、そう面識もありますよね。そうですね、会ったことあるんですか。広域村 のロケで、あ、そこで、そうです、はい、鯉のぼりの会で、はいはいはい、勝ち合ってますから、はい、なるほど、はい。じゃあもう、じゃあ平子くんの息子さんの方がお兄ちゃんで。そうですね、うん、だから安田さんの奥さんもね、その時いらしてて、うん、あ、一緒にね、安田和子容疑者ね。安田さんね、うん、さん容疑者の方言いなさいよ。ファンのとこ頭いっぱいになっちゃって。そうですか、なるほどね。ちょっと共演これ入ってるかもしれませんよ、平子一流くんも。一流別にキャラクター祭りで平子一流だよ。あ、かわいい、うちは平子一流だよ、ね、何コみたいな感じだったね。コモン、あ、ゴロウね。コモン、ゴロウ、うん、そこまであったの。アナルになんか入れたい。ポンポンポン。なるほど、これはなかなかクレイジーですけどね。なかなかこれも孤独なあだろうもラジオネーム。やったんでしょ、本当にやったんでしょ。うんうんうん、あの1年で1回この回は本当にちょっとなかなかついてこれない人も多いと思うんですけど、ちょっとすいません、これはちょっとしょうがないですよ、まあですね、たまった海を出してる回ですから。すいません、すいません。あ、なんかどっちかが分かんない時あるんですよ、あのほら急に思いついてやってんのか、はい、本当にあったのかっていうのが分かんない時ある、はい、まあ、私もあんま記憶ないのもや。ラジオのプチョ変座 FM 岡山、はい、流行語です。ノッチさんが宮古島トライアスロンでサインをもらおうと打ち上げにいた外国人選手に声をかけた Are you Benjamin? ノッチさんはベンジャミンを探す旅に出てもらいたいです。もうそう、トライアスロンの有名な世界チャンピオンがいるから、それにちょっとサインもらってくるって言ったんだけど、どれがベンジャミンかよく思い失礼だろ、それはもうああいうベンジャミンって結局わからなくてサインもらってこなかったですけどね。ラジオネームトム FM 群馬、流行語はおちんこドローンおじさん、これが言う。前後なんだったんだ。わかんないね。いや、ドローンね。ドローンね。ドローンね。ドローンが、おちんちんドローン、おちんこドローンおじさんいるから気をつけてくださいって。下北の方のね、ちょっとあの裏の下北のちょっと外れの駐車場にあるね、うんうん、はい、あのコインパーキングのところで、はい、立ちションをしてるふりをして、はい、あの勃起したおちんちんを見せてくるおじさん、ドローンおじさんがいるから気をつけなさいよっていう話です。そうなんですか。聞いたところで分かんないですか。分かんないで。おちんこドローンおじさん。いたんですけどね。あんまりあの上の方飛んでないですから、ね、下の方にいますからね。ラジオネームドレンディエンジェル香川、サンドリー、今年の流行語は皮膚水だと思います。長い年月皮膚の病気を治すため皮膚エネルギーを使った皮膚水はノーベル医学賞に等しいんじゃないでしょうか。これまあ山野のね、足の皮を水に入れて、
まあ、足の皮によって、まあ、あの炭と一緒の効果がありますから。炭が、俺チラッと聞いたのはなんかスタジオがすごい匂いになったっていうのを聞いたんですけど、匂いはきついですけどね、水に入れるとでも綺麗な水になりますから。濁るだけでしょ。いやいや本当ですよ、これ本当商売までもうちょっとなんだよ。足の裏の皮でろ過できないでしょ水。ベンジャミンを探す旅に出てもらいたいです。もうそう、トライアスロンの有名な世界チャンピオンがいるから、それにちょっとサインもらってくるって言ったんだけど、どれがベンジャミンかよく分からない。失礼だろそれ。もうああいうベンジャミンって結局分からなくてサインもらってこなかったですけどね。ラジオにトム FM 群馬、流行語はおちんこドローンおじさん、これが言う。前後なんだったんだ。分かんないね。いやドローンね。ドローンね。ドローンね。ドローンか。ドローンか。おちんちんドローン、おちんこドローンおじさんいるから気をつけてくださいって。下北の方のね、ちょっとあの裏の下北のちょっと外れの駐車場にあるね、うんうん、あのコインパーキングのところで、はい、タチションをしてるふりをして、うん、あの勃起したおちんちんを見せてくるおじさん、ドローンおじさんがいるから気をつけなさいよっていう話です。そうなんですか。聞いたところで分かんないですか。分かんないで。おちんこドローンおじさん。いたんですけどね。あんまりあの上の方飛んでないですから、下の方にいますからね。ラジオネームドレンディエンジェル香川、サンドリー今年の流行語は皮膚水だと思います。長い年月皮膚の病気を治すため皮膚エネルギーを使った皮膚水はノーベル医学賞に等しいんじゃないでしょうか、うん、これまあ山野のね、足の皮を水に入れて、まあ、足の皮によって、まあ、あの炭と一緒の効果がありますから。炭が、俺チラッと聞いたのはなんかスタジオがすごい匂いになったっていうのを聞いたんですけど、匂いはきついですけどね、水に入れるとでも綺麗な水になりますから。濁るだけでしょ。いやいや本当ですよ、これ本当商売までもうちょっとなんだよ。足の裏の皮でろ過できないでしょ水だって。やったことある？いやないです、ないです、ないですけど。これはやだ。あ、今度一回飲ませてやろう。いやいや飲むのはやだ、飲むのはやだ。やだやだ、あの俺あの子見たら気持ち悪くなったもん。ラジオネーム親知らず治療中 FM 群馬、流行語といえば JK バンクでしょう。女子高生がやってる銀行。女子高生がやってる銀行がございますので、ぜひぜひご利用くださいという。ちょっと一旦ブレイクしましょう。さあ、引き続きサンドリキャラクター祭りということでやってるんですけど、ちょっと一進一退の状況が続いてまして、一進一退と、やっぱね、向こうのハッカーもやっぱなかなか手強いみたいな、ね、結構妨害工作してくるんですよ。だからちょっとうちのその中国人技術者だとね、なかなかうまい具合にいかなくて、ちょっと編集がなかなか追いつかないという状況です。めちゃめちゃ怖いですね。苦労して撮った音源がさっきのやつですもんね。あ、そうなんですよ。おそらくあの2マスが絡んでる。アノニマスぐらいの巨大な組織が。薄皮の黒糖。薄皮の黒糖好きなの？はい。薄皮の黒糖、ちょっと食べる音聞かせてくれる？黒糖ですか？うん。はい。落語かよ。うん。いや、何やってんの？ゆうきちゃん、ゆうちゃん。私のことわかりますか？ちょっとわかんないです、電話だけじゃちょっと。わかるでしょ。ハイパー、おまんじゅうクリエイターの、高城まんじゅうたです。あ、違う人だったよ。高城さんも。あなたの考える変わったおまんじゅうを教えてもらえますか？いや、初めて聞いたわ。変わったおまんじゅう。中に何入れますか？あんこの代わりに。醤油の塊とかですかね。しーん。いろいろまあブレてましたけど、基本的には高橋源次郎さんがずっとやってますから、はい、平子さんもちょっと参加してます。そうですね、うちのこの後うちのイチルも喋らされて、そうもう高橋さんと、うん、真由美ちょっと怒ってましたからね。何言わしてたの？番組？何の？長いから。そう、
子供たちの旦那の間にね、突如高橋源次郎さんが現れる。いい迷惑よ、本当に。饅頭を食べる音を聞かせて。聞かせてくれっていう。地獄のような旦那になってしまいます。最終的にシーンっていうね。シーンって。受けてます。あれ受けてなかったの誰かね。あれ、新妻かな。新妻ですか。新妻はつまんなかったんだね。高橋源次郎さんにはまんなかった。はまんなかったんだね。そうですか。なるほど、なるほど。まだ行っていいんですか？大丈夫なんですか？あ、行けます。じゃあね。ラジオネームごめんね、ゴメス。僕の好きなキャラクターは、11月15日登場、天竜さんです。何を言っているのかほとんどわからないのに、なぜかある一言だけは、はっきりと聞こえました。エントリーナンバー5番、天竜。アリーシュークサンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございます。あ、失礼。天竜源次郎。サンダーソルブンドライバー。はい。石田聞いて、聞いてた。サンダーソルブンドライバー。俺、なんて、これは言葉は喋ってない。言葉喋ってない。ベロ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 っつってんじゃないですか。おい、ぬるい。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 実は長女言って全然分かんない。ご機嫌強い。オナニー。オナニーって言ったんだよ。捉えたぞ、捉えたぞ今。捉えたね。捉えたぞ。捉えたな。天竜さん、引退後一番やりたいことなんですの一つでね。その暴行事件につながっていくという、まあ今年金清がまあ、まあちょっとね、まあ印象には残りましたよね。確かにね。ということじゃないでしょうかね。さあ続いて参りましょうかね。ラジオネームセンターエビス。僕の好きなキャラクターは4月12日、タイムマシン3号、関が、いた回の天下で遊ぶ西田敏行さんです。あまりのそっくりさに、本当に西田敏行さんがアシスタントになったのかと思いました。ということですね。エントリーナンバー8番、西田敏行。僕モノマネできる人今探してるんでね。モノマネできる人ですか。関なんかできないんですか。西田敏行さん僕ずっとやってはいるんですけど、西田敏行さんが天が使った感じでやってみて、はい、いやー道子さん見てよこれリリースボタンがついたんだよ。これスーさんが押すんだよ道子さん。このボタン押すとね鳴るんだよ音が。どうかな。ああ、いや、あ、みちこさん、みちこさん、こいちゃんが起きちゃう。みちこさん、みちこさん、ああ、こいちゃん寝てなさい。何なんだこれ。なんかあれですよね、送られてきた天下があったんですよね。送られてきたいい天下があったんですよ。それをリスナーのみんなに音聞かせてやるっつって、それ聞かせてた中で、それ西田敏行さんに発展したんだと思いますけどもね。安田さんとかモノマネしないね。あ、してる、してたけどね。前はやってましたね。やったね。はいはいはい、やったね。まあ似てるやつないもんね。なんかあったっけ。どうでしょうね。なんかまあ いろいろ言われてはいましたけどね。安倍ジョージさんとか。安倍ジョージさんや、ちょっとやってみてよ。あのさぁ、おでさぁ、今日、また、競輪でさぁ、20万負けちゃった。バカかよ、お前。母ちゃんに怒られちゃった。うるさい。まあまあいいね。そういう感じのやつとか、まあ、やってましたね。このラジオとの親和性は良さそうだ。そうなんだ。結構いいね。平子はやんないんだよな、これが。なんか 今みたいな渋みどころ出されちゃうと僕なんか持ってないですね。ないのか。いつきひろしやってみる。いつきひろし喋ってみろ。顔で止まってんじゃねえよ。顔で止まっちゃって口の動かし方わかんなくなってんじゃん。最低かよ。顔に引っ張られすぎなんだよ。顔作りすぎて口が動かなくなった。難しいですね、筋肉の動かし方。全然だお前は。パパはメガネをかけてるよ。それだけの芸人です。どういうことだよ。いいじゃねえか、メガネかけてたって。急
厳しいね、相変わらず、一郎君は。結構でもできますね、一郎君はね。コウメ太夫もそんなレベルでしょ。一緒でしょ。一郎太夫も入ってくるかもしれない。またパソコンがカチャカチャいましたよ。余計なもん作られちゃって嫌なもんすね、自分の息子で作られちゃうとね。一流大夫とカブト君と入ってくるんでしょうかって思いますね。流行語はなかなか出てないですよね、お二人はね。まあユーモア狩りっていうのはありますけどね。いやでもやっぱり金清さん強かったっすよ。分かったボーイはゲラゲラ笑っちゃった。あいつのまあなんでしょうね、あれもあんなことしなきゃよかったと思うんでね。なんかだって記憶して次の日の収録で使ってましたからね、誰も分かんないのに。そうでしょ、だからああいうところだからね、次来た時どうしようかなと思ってるんですよ。だからもう次だって普通には使えないでしょ、あんなもんだって。そうですね。といって子供狩りするの尺にさあるしね、面白くなっちゃうから。ラジオネームワトソン、有吉さんやめろ、カブト君のモノマネは危険だ。以前人面相でその声を使って喉を潰しそうになったじゃねえか。こんな番組で喉を潰したらシャレにならねえぜ。あとはね、ラジオネーム朝方人間 FM 宮崎、サンドリの流行語、焼酎をインプットして胃液をアウトプットしろって。焼酎なんでゲロ吐けって言ってるだけですから。インプットアウトプットなかなかうるさいですけど。あ、そうですか。素材がなんと届いてる。なんとギリギリでパスワードが解明したようです。よかったですね、おめでとうございます。ということでね、サンドリキャラクター祭りを、始めてまいりたいと思います、皆様からいただいたリクエストメールをもとに、うん、登場していただいた部分をダイジェストにして紹介をしていきます、うん、最後に対象になるキャラクターを一つ決めたいと思います、うん、ということで、はい、いきましょう、はい、まずはエントリーナンバー1、ゾンビ。ラジオネーム東北自動車道。僕が印象に残っているキャラクターは、今年上半期の放送にたびたび登場したサンドリングデッドこと有吉ゾンビです。2月1日の放送でアシスタントデンジャラス安田さんがゾンビが苦手だというカミングアウトをしたのがきっかけで、たびたび現れるようになり、後にサンドリングデッドとして番組のどこかにゾンビを紛れ込ませるコーナーにもなりましたね。またサンドリのホームページには2月から3月にかけての約2ヶ月間有吉さんがゾンビになりきって安田さんを襲うという写真がずーっと載っています。それではエントリーナンバー1番、ゾンビ参りましょう。ゾンビ苦手なんだと思って。いや苦っ。吉井和也、フェッシャー、孫悟空、田舎者有吉、ボジョレー、青いお化け。ろくなやついねえじゃねえか。ろくなのがありませんけどね。まあ、まあ、個人個人好きなのもあるでしょうしね、うん。あれが出てなかった、これが出てなかったというのも当然あるでしょうけど、ね、まあ、そういうのも無限にありますからね。うん、まあ、だから、ちょっと、2016年からはちょっともうちょっと、なんかやるときは一生懸命。一生懸命キャラとやっぱり。向き合って。向き合って。向き合いながら。やんなきゃ。生だから、とっさだからっていうことに甘えず。うんうん。やばい。もうちょっと。とっさなんだからいいじゃねえかっていう感じになってるから。やっぱそれ一回一回もう、一回一回のもう大事な大喜利の大会だぐらいの感覚でやっぱり、キャラを精査してやっていきたいなというふうに思いました。反省してんじゃねえか。反省会になっちゃってんじゃねえか。もうガチガチでね、生の魅力なくなったりして、ね。次のキャラですね、みたいな。スネをやります。逆に固まりすぎちゃう。全然面白くなくなっちゃって。ねえねえ、ドラえもんなんだいみたいなね。全部コントやっちゃったやつ。さあ、ということで大賞発表いたしましょうか、はい、うん、はい、2015サンドリキャラクター祭り大賞は、ゾンビです。うれしいな。こまれち。これ反対です。やった。葉っぱ一枚あればいい。反対です。
さあ、ということで、有吉サンデーナイトドリームはね、キャラクター祭り、大賞も決定いたしまして、ゾンビということでね、結構。反対ですよ、あんなの。もっといいのあったでしょう。いや、そうですか？ありましたよ。青いお化けとかなんか全然。全然良かったと思いますよ結構ねこれゾンビって物議を醸してねやっぱ怖すぎるんでね、うん、夜なんで、うん、リスナーの小学生なんかね怖いっつってねもうラジオ聞くのやめますなんて言って、うん、ゾンビの苦情も来たんですけどね、本当に来たのそれ、でもまあちょっとゾンビの人気だったもんですからついついやってしまいましたけど、うん、安田さん嫌なんでねゾンビ怖いんだよね、いや怖いっていうか、いや全然驚かないよ、いやいや武藤圭司に変わってんじゃない、それは面白いよ、そ俺なんてこれは言葉は喋ってない、言葉喋ってないベロ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 っつってんじゃないですか、ベロ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 ベオナニーって言ったんだよ捉えたぞ捉えたぞ今捉えたね捉えたぞ捉えたな天竜さん引退後一番やりたいこと何ですか、オナニー長いわ天竜さん結構長いおしゃべりだからね怒られるぞもうこれはこれはダメだあらあれあいつら、あらあら、あらあら、あらあら、おい、つらい、おい、怒ってますよ、怒ってますよ、あらあら、なんか怒ってますよ、すいません、あ、何したら許してくれるんですか、あらあら、おらにしろ、聞こえた、聞こえた、おらにしろ。前後が一切わかんないから。わかんないね。いやでも本当の天竜さんこんなんよね。まあそうだよね。そう確かにね。そうですね。長州さんの方がやっぱ聞き取りやすいよね。あーあー、さつまずよ。わかんないです。さつまずか。さつまずか。皆さん。全席です。え聞かれた。なんか長州さん。質問とるやったな、やったな、やったな、やったなんすか、やってますか、やったなんすか、やってないんすか、やってますか、やってますか、ほらに、何の質問だ、みんなわかる、何の話をしてたんだろう、皆さんやってますか、やってますか、ほらにはやってますかっていう質問。スタジオネーム、満腹亭稲荷。僕が今年一番印象に残ったのは5月31日放送回アリーポッターです前半はホグワーツ魔法学校から後半はアズガバンから放送という有吉さんの誕生日の放送と思えないキャラクター回でした、ということでエントリーナンバー6番アリーポッター、ラジオネームナオトの FM 秋田西尾里、はい、今日はめでたい日だろうが、うん、有吉さんがハリーポッタースペシャルだと言ったら、うん、ハリーポッタースペシャルなんだよ、まあまあそうか、そんな西堀には、うん、ウィンガーディアムレビオーター、すみません、俺今どうなってるんですか、知らない、ハリーポッターさんチンコが勃起する魔法をかく、あと誰かな、黒木香織さん、どれが好き、千田光雄さんも入れていいよ、千田光雄、段光雄、千田光雄、そっちになっちゃった、段光雄、段光雄、段信也、どれだよ、嫌いだよ、嫌いだ、嫌いだ、嫌いって、段だだ、嫌い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 だわ、嫌い嫌い、段のあたりになって嫌い、どれにしようかな、最初思ったよ、どれも好きだなと思ったけど嫌いでした、嫌い、センター偉い、センター偉い、嫌い来たよお前、嫌い、ラジオネームラックコンドル、うん、FM 三重、今年の流行語は深川はズル向けだです、出川さんが向いてくれたんだとのことです
あいつ今も元気ですか。そうやの、僕が深川は向けてて綺麗なチンチンしてるっつったらゲスナーの連中があいつは包茎だっつって、深川は包茎だっていうことを言ってた、ラジオで言ってたとかいうメール送ってきやがって、俺がでも深川それ勘違いかっつったら、それは出川さんが向いてくれた。出川さんが向いてくれたからその時はそう見えたんだろうっていう最低しか最低しかないじゃないか本当に。一旦ブレイク。さあというわけで、分かりましたかね、ゲスラー今の音の入りのキレの良さ、うん、っていう、なんとディレクターが辻君に変わりました。気づかねえ。待ってました。入りが違うんだってやっぱり。違うんですよ、入り方違うんですかね、やっぱり。辻君のもうボタンの押し方が違うんですか。見せてやるっていう。ポーズはねそうでしたけどね、変わりますっていう時の手の上げ方かっこ、俺がやりますっていう。よかったですよ。ラジオネーム渡るお祭り、うん、福島 FM、 有吉さん、10年後のことを言うやつ絶対にクズという発言はみそのに対してではありません。これから10年絶食できますと男性関係を断つことを宣言した矢口真理に対しての発言です。そうだった。もちろんみそのもクズなんですが、10年後の約束をしたのはクズは、10年後の約束したクズは矢口です。そうだった、そうだった。これは失敬、これは大きなクズ勘違いをしております。みそのさんもしそうですからね。そうですね、はい、まあ両者痛みくずということで、両者痛みくずということでございます。さあということで、今夜サンドリキャラクター祭りを開催しております。早速いきましょう、はい。ラジオネームはコマンド吉田。僕が今年好きだったサンドリのキャラクターは8月16日に出てきたワイルドフェスちゃんです。レッチリとノラジョーンズぐらいしか知らないのにフェスを語るワイルドフェスちゃん、最高です。ちなみに僕の好きなセリフ番号に呪いをかける都合上ね、まあ、タイムマシン3号を呼びましたので、そこでもまあそうなんですよ。登場ならずと。 M1 の決勝行きましたからね、向こうが。まあでも4位でしたからね。あら、平子さん何位でしたっけ。僕3位ですから。まあすごいですね、はい、まだまだ背中見えないんじゃないですか。見えるわ、もうすぐ近くだろ。なるほど、ということですから、まあ皆さんからいただくメールもですね、ちょっといろいろと、うん、まあキャラクター祭りの感想とかね、はい、そういうものを中心に今日はちょっと募集をしていこうと思います。コーナーはいろいろちょっと飛んでしまうかもしれませんが、はい、ご容赦願いたい、1年に1回のことです。お付き合い願いたいと思っております。はい、ということでございますね、はい。さあもう行ってもいいんですか、大丈夫なんですか。素材が間に合ってないんですね。 あらメールを読んだりいろいろとするということで、ね、平子一流君と安田かぶと君はどっちが年上なんですか。うちがもう 4歳なんで。一流も4歳ですか、はい、そう面識もありますよね。そうですね、会ったことあるんですか。広域村 のロケで、あ、そこで、はい、鯉のぼりの会で、はいはいはい、勝ち合ってますから、はい、なるほど、はい。じゃあもう、じゃあ平子くんの息子さんの方がお兄ちゃんで。そうですね、うん、だから安田さんの奥さんもねその時いらしてて、うん、あ、一緒にね、安田和子容疑者ね。安田さんね、うん、安田さん容疑者の方言いなさいよ。容疑者ファンのとこ頭いっぱいになっちゃってる。あ、そうですか。なるほどね。ちょっと共演これ入ってるかもしれませんよ、平子一流くんも。一流別にキャラクター祭りで平子一流だよ。あ、かわいい、うちは平子一流だよ、ね、何パパだよ。おードンコドンドンってパンパパパだ、チャタンカパンパンチャタンカパパだ、パパはメガネをかけてるよ、それだけの芸人です。なんどういうことだよ。いいじゃねえか、メガネかけてたって。厳しいね、相変わらず一郎君は。結構でもできますね、一流くんはね。コウメ太夫もそんなレベルでしょ。一緒でしょ。一流太夫も入ってくるかもしれない。一流太夫、またパソコンがカチャカチャ言いましたよ。余計なもん作られちゃって嫌なもんですね、自分の息子で作られちゃうとね。一流太夫とカブト君と入ってくるんでしょうかって思いますね。流行語はなかなか出てないですよね、お二人はね。まあユーモア狩りっていうのはありますけどね、平子さんの前ね。いやでもやっぱり金清さん強かったっすよ。分かったボーイはゲラゲラ笑っちゃった。あいつのまあなんでしょうね、あれもあんなことしなきゃよかったと思ってね。なんかだって気よくして次の日の収録で使ってましたからね、誰も分かんないのに。そうでしょ、だからああいうところだからね、うん、次来た時どうしようかなと思ってるんですよ。だからもう次だって普通には使えないでしょ、あんなもんだって。そうですね、といって言葉狩りするの尺にさるしね、面白くなっちゃうから。
ラジオネームワトソン。有吉さん、やめろ、カブト君のモノマネは危険だ。以前、人面相、はい、金沢明子。金沢明子、わあ、なる。ろうそく、ろうそくの前でね、はい、吹いても大丈夫。民謡の方ね。はいはいはい。3位、はい、山下達郎の奥さん。あ、竹内まりやさん。はい、竹内まり。竹内まりやさん。はい、第4位、はい、南沙織。南沙織さん。ああ、はい、はい。第5位。第5位。タモリ。タモリさん。もうゴールなんて見えずにやっぱ喋ってるからね。これ自分が出てたやつですけど全然覚えてない。僕も一切覚えてないですけどね。なんかこうやって聞き返すともっとね、いろいろ手段があっただろうな。その場その場ではやっぱりそういう選択を取っていってるんでしょうね。 A、B 分かれた道で悪い方悪い方選んでいくっていう。もっと正解があっただろうって、あえて悪い方に進んでいってるっていう感じがね、よく伝わってまいりますけれども。さあ、もう10エントリー10になります。エントリーナンバー10まで来ましたよ。ラジオネーム、ベロリンベル。私が今年のサンドリで好きなキャラクターは、6月28日に登場したお茶の伊右衛門の創始者、吉井和也さんです。この日、有吉さんはメールテーマ上半期を振り返ってにちなんで、アシスタントの吉川さん、酒井さんを相手に上半期面白コンテストを開催。怖いね。3人がお笑い四十八手を競い合う中、モノマネの下りの最中におじさんだかおばさんだかよくわからない人物が有吉さんに憑依していましたが、まさかそれがあの伊右衛門の創始者だったとは。未だに謎多き人物でありますが、またぜひお会いしたいです、ということでございます。エントリーナンバー10、吉井和也。何言ってんだ。あれ、佐野本は誰ですか。誰、あれ、あ、ちょっと、おい、ま、おい。え、誰なんすか。先週な、あたし。そんな人いました。何、急に始めるから名乗ってくださいよ。名乗ってくださいって、お前分かってるだろう。いや、分かんないですよ。誰なんすかこれ。曲が、曲言っちゃいましたけど、誰だか分かんないな。曲行こう一回。じゃあ1曲聴いてください。ザ・イエローモンキーでラブラブショー。そうね、30分経ってます。先ほどのモノマネの件については、はい、ちょっと、あれ曲に救われた形になってません。誰だか、誰だったんですか。吉井和也さんです。伊右衛門の、あんな喋り方でしたっけ。ちょっとイメージちょっとないですね。伊右衛門の、はい、はい、吉井和也さん作ったお茶のおじさん。そちらの吉井和也さん、たまたまですか。いや、もう同姓同名の人いるんですね。聞くな、聞くな。これもう典型的な、もう選択肢を間違えて進んで、A ブー、 B ブー、 B ブー、 A ブーと。でたどり着いた。